時は戦国時代後期、天文15年1546年4月、川越城を取り囲む関東管領上杉軍や小白坊軍の野襲を打ち負かした北条氏康は、その名声を武器に北武蔵を平定、本格的な上野侵攻を視野に入れた。一方敗れた関東管領山内上杉則政は、居城平井城に撤退すると自ら挙兵することをやめ、従う国衆らの維持に全力を注ぐも、忍城の成田氏や秩父軍花園城の藤田氏ら重臣が次々に北条へくら返し、とても単独で北条に抗うことなどできない状況になっていた。一方上杉と手を組む小白坊足利晴氏は、氏康の力が増すことを恐れ、長男佐知王丸を元服させ、将軍足利義節から一字をもらい、足利藤氏とし正式な後継者とさせた。これは北条の血が流れる次男梅千代丸を公方にさせないための動きであったが、その動きを読んでいた氏康は朝廷に働きかけ、十五池の官位を得ると、梅千代丸と氏康の妹である梅千代丸の母を古河御所から火災場へ連れ出した上で公方に宣戦布告した。新たな公方の擁立を前面に出す氏康に対し、勝ちはないと誘った足利晴氏は渋々氏康の要求を全てのみ講和に応じた。それを確認した氏康は天文20年より上野侵攻を開始、主力2万をフルに動員し、電光石火のごとく平井城を包囲するも、城の総詰めまであと数日のところでまたしても上杉則政に逃げられてしまった。それでもわずかな犠牲で上野の中枢を得たことに満足した氏康は、日和見する山内三角人衆らの切り崩しを継続しつつも、次なる敵への対応に頭を切り替えていた。あの川向こうが長野県中のこもる馬山市場か。新九郎様、これ以上行くと危険にございます。信元、新九郎様はやめてくれ。今は北条家嫡男の宇治近ぞ。は、宇治近様、その嫡男様が敵地を視察するのはよろしくないかと。案ずるでない。目の前の前橋の長野も総社の長尾も明石の縄も動こうとせぬ。それは情勢を見極めているからにございます。どこも当家と山の内どちらに組みするかで意見が割れておると聞くではないか。すぐにも主力を北に動かし脅せば下ってこようものを。何故に父は放置されるのか。里見にございます。暴走の里見と。そうです、昨年亡くなられた丸八武田信孝殿の後を継いだ嫡男武田信政殿ですが、父の基盤を整える最中、まさに当家主力が上州に動いた時を狙い、里見義高が兵を北に動かしたのです。義高は笹子城と有吉城を次々に攻略、信政殿の居城新津城に向け進攻。里見の狙いが勝佐の領有化であることに気づいた里見派の丸八武田信政は、丸八家の存続を図り、里見の支援を捨て甥の信政側につき丸八城で挙兵。里見義高は軍を二手に分け、本格的な丸八討伐を開始したのです。当家の同盟先である丸八のお家を潰させるわけにはいきませぬな。大丈夫に。何やつ、誰ぞおらぬか。藤近様をすぐに本陣へ。藤近、これは大変だ、すぐに本陣へ。ああ殿、探しましたぞ。ここは北条の石膏がうようよしております。すぐに白い城へ戻りますぞ。宇治近とは誰ぞ。宇治近ですか。今は亡き今川宇治近くらいしか思い当たりませんが、その血は帰り血、もしや宇治近とやらを切られたので。医者門剣が切るとおっしゃられたゆえな。はっはあ、とにかく関東管領殿が心配しております。すぐに戻りますぞ。またつまらぬものを切ってしまったか。御礼しらまんだやそ。調略ならわしに任せてくれ。うむ、助政殿が適任であろうな。確か金山城の由良成重とは懇意の仲と聞いた。まずはそこから。笠原様、大変です。いかがした。宇治近様が宇治近様に何ぞあったのか。で、敵地を視察しているところを何者かに襲われお亡くなりに。なんじゃと。共回りの信元様も斬られ重傷にございます。か、笠原様、それがしがついておりながら、ま、まこと申し訳ございませぬ。なぜに宇治近様を本陣から連れ出した。も、申し訳ございませぬ。誰に斬られたのじゃ。わ、わかりませぬ。すべてはそれがしの不徳のいたすところ。その責めを負い腹を切って、わ、詫びまする。信元、バカな真似を。これはまずいことになりましたな。このこと誰にも漏らしてはならぬ。拙者はすぐにも宇治康様に知らせに向かう。はは、北条家嫡男の死となると、次なる嫡男は箸もろくに扱えぬ松千代君か。これは潮目が変わるやもしれんが。北条宇治康の長男宇治近の死は突然であった。川越城に戻っていた宇治康に秘宝を伝える使者が向かった頃、越後守護長尾景虎は上野の視察を終え、関東管領山内上杉則政のいる白井城に入った。
どこに行っておられたのじゃ。小泉の地を見て参った。あ、危ないですぞ。どの国衆が北条に内通しておるかわからぬのじゃ。今ここで影虎殿が敵に斬られてましたら。斬られる？わしが敵に斬られるとでも思いか。北条を侮っては。北条？伊勢の間違いでは。そう、伊勢じゃ。なんとか越後守護影虎殿の力を貸してくだされ。何故当家が関東関連の手助けをせねばならぬ。古くから当家と越後守護とは深い間柄。それは越後上杉家の頃の話。今は当家が守護ゆえに何ら助ける義理はござらん。聞くにその昔伊勢宗瑞は幕府の命にて伊豆や相模を得たと聞く。その伊勢に戦いを挑み、その結果扇ヶ谷は滅亡。そして範政殿も逃げ回った挙句がそのお姿。要も関東関連に対しそんな口を聞けるな。無礼であるぞ。よう怒らせにわざわざ越山してきたのか。範政殿に呼ばれたゆえ参ったまで。姉の坂戸城へのこし入れがありますゆえ無礼者はここらでごめん。影虎殿、すまぬ、無礼は言い過ぎた。まだ本題を話しておらず戻ってきてくれ。関東関連様、殿は気がなくば動きません。それだけはくれぐれもお忘れなきように。ではごめん。影虎殿にとっての義とは何じゃ、教えてくれ。影虎様にとって当家と北条との争いは大名同士の喧嘩ごとにしか捉えていないのでしょう。義とはその喧嘩ごとに割って入れる大義名分、それが必要だと本庄殿は申されているのかと。関東関連の世が頼むことで大義名分となるであろう。残念ながら弱いかと。弱いじゃと世に向かって世を申せたな。ご無礼いたしました。それがしが申したいのは、もう少し高いくらいの方からの要請が必要なのではと。高い地位とは小学坊様か。それも一つでしょうが、されど小学坊様は今や北条の操り人形、とてもこちらの訴えは通らないでしょう。では誰に頼むのじゃ。将軍です。久保は久保でも本間門の久保にか。そうです。しかし将軍吉藤様は京に戻れぬと聞くではないか。それがどうも最近反抗勢力の三好長慶と和睦したらしく、室町の御所に戻られていると。そうなのか。この機に足利将軍家の力を取り戻したいと思っておられましょうから、関東管理範政様から長尾影虎殿の上洛を促してみるのです。影虎殿を上洛させてどうするのじゃ。わからぬお方ですな。口が過ぎるぞ。これはしたり、上洛することで将軍あわよくば帝への拝謁も叶いましょう。その席にて長尾影虎殿に関東管理と小学坊を支える義の将となるようご加盟いただくのです。そんな簡単に物事が運ぶかの。曲がりなりにも範政様は関東管理なのですぞ。一言多いぞ。ついつい良いですか。北条氏綱が得たなんちゃって関東管理と違い、範政様は幕府から正式に認められている関東久保を補佐する関東管理、その関東管理からの要請には幕府奉行衆も放置はできないでしょう。関東管理はそれほどに力があるのか。将軍吉藤様は今は一人でも味方が欲しいはず。必ずや応じていただけましょう。よし、紙と筆を用意せよ。すぐにも書状をしたためるぞ。はは。打開しつつある山の内上杉家だけではとても北条の侵攻に耐えられないため、上杉範政は越後守護長尾景虎の支援を得るべく政治力の行使に出た。一方北条氏康は嫡男氏親の突然の死を悲しみ、葬儀で小田原城に戻ったまま数ヶ月動きを見せなかったが、里見義隆がシーズ城を陥落させ、マリアツ武田信政やその叔父信政を討ち、マリアツ武田家を滅亡に追いやった方を聞き、主力を引き小田原城を立ち江戸城へ向かった。その動きはシーズ城に入った里見義隆の耳にすぐにも届いた。親父首実験の結果、この首は武田信政に相違ないとのこと。そうか、そしてこちらが武田信政か。は、わしに歯向かわねばマリアツ宗家を継がせてやろうとも思ったが。誠思っておられましたか。ははは、どうであろうかな殿。おお時重、こたびの働きも見事ぞ。してマリアツ城はいかにした。二度と使えぬよう破壊しておきました。うむ、それでよい。それよりも北条に動きが。嫡男を亡くした失意の氏康が動いたのか。いかにも。3日ほど前に北条氏康率いる主力が小田原城を立ったと。先方の氏康が弟北条氏高隊が江戸城に入ったことから、鶴岡八幡宮で戦勝祈願をし、その後江戸に向かうのではと。江戸に集めてきたとなると下総の千葉や原田と連合して陸と海から攻めてくるであろう。千葉も加わるとなると数万の勢力になるかと。ああ、まともにぶつかっては勝ち目はない。いかにしまする。そうじゃな、まずは日立の佐竹織田真壁らへ我らにこうしてもらうよう働きかける。そしてわしは久留里城まで本陣を下げる。
正木隊もこの峰神城まで下げよ。それではせっかく得たシーズ城が、時重の申したいことはようわかる。されど是が非でも守ろうとすれば、こちらの被害は甚大となろう。氏康の目が暴走に向けられているときは無理強いしてはならぬ。つまり北上総は干渉の地とすると、そういうこと。マリアツのいない勝さなど、この先いつでも手に入れられようぞ。なるほど。氏康に悟られる前に先に動くぞ。まずここらの収穫を終えた米や麦はすべて阿波へ運んでしまえ。あと使えそうな百姓も南へ連れて行くぞ。この地の領民が動きましょうや。北条の略奪軍が攻めてくると言いふらせば、嫌でも南へ逃げようぞ。はは、ではそのように。義弘、ここに語学坊の次男梅千代生まれ君が何故か火災場に入っていると聞く。なんと、確か梅千代生まれ君は北条の血が流れる方、何故北条方の城に。おそらく北条の手の者が御所から連れ出したのであろう。こうなるとお弓久保の再来となるやもしれぬ。氏康が火災久保を擁立するとでも。ああ、その時こそ亡きお弓久保足利義明様の忘れがたみ国を生まれ君の出番ぞ。足利頼積様にございますな。そうか、元服を終えておったな。うむ、我らが頼積様を久保として擁立させ北条に対抗する。そうなると頼積様がおられるのは稲村城ゆえ稲村久保ですな。ダサい、もっと良い名の地を御所とするぞ。ならば犬掛久保では。犬では弱い、もっと強い名じゃ。となるとジャガミ久保ですな。それでは蛇を食う久保と現れてしまうぞ。話にならん。さればくるり久保で。そこはわしの居城じゃ。御所の名はもうよい。それより火災場に忍びを放ち徹底的に監視せよ。好きあらば動くゆえな。はは、心得ました。北条氏康の動きを察知した里見義孝は、北条主力との合戦を避ける方針を選び、主力を南に下げた。その氏康は間もなくして江戸城に入り、暴走の情勢を確認しつつ、下総の小川御所に向け使者を派遣した。よいか藤氏、ここが正念場ぞ。は、氏康の嫡子が亡くなったは神の怒りに触れたからぞ。阿波の里見義孝は間もなく上総を支配下に置くと聞く。そうなれば千原の心は揺れよう。そこから巻き返す。されど北条と阿波木を結んでおるのでは。見せかけの和木ぞ。北条は一部に領土を広げすぎた。必ずやほころびが生じよう。その機を待ち、梅千代生まれを奪い返すのじゃ。久保様大変です。北条氏康が江戸に向け進軍しておるとのこと。何、動いたのか。は、伊豆や相模の水軍も鎌倉や三浦半島に集まり出しておると聞きます。おそらくは里見の動きを封じるがための暴走進行が狙いかと。氏康が武蔵に来られては面倒じゃな。く、久保様どうした。春助、北条氏康の使者がこの書状を久保様にと。うわ、嫌な予感しかしない。返答を求めてもおります。まずはお読みいただき。あ、ああ。暫定古賀久保様よ、着手をなくし意気消沈しておるとでも思っておろうが、この氏康を侮ってもらっては困るぞ。わしには間もなく元服を迎える次男松千代丸、その下にも三男道菊丸、四男助五郎、五男千代丸、そしてこの先もまだまだおの子を設ける所存ゆえな。さて本題に入ろう。こたびの文書は久保様と当家との和議の証を関東の者らにしっかり示す。つまりは久保様の本意を確認させていただくということ。当家はこれより里見討伐を断行する。名軍は当家傘下の真厚武田家を里見義高は死私欲のために打ち滅ぼし領土をせしめたこと。北武蔵や小津以外の当家主力は間もなく江戸と三浦に集結する。そこに久保様の御旗が立てば、軍は現場上のごとき豪将と化そう。よって久保様には五賀五将たち火災場に入り軍を鼓舞していただきたい。すでに承知のことでありましょうが、久保様の次男梅千代生まれは火災場にて当家が預かっております。梅千代生まれはいずれ久保を継ぐ者。この者に久保の威厳の何たるかをしかと見せてやってくだされ。う、氏康、ようなめおけ。お、落ち着いてくださいませ。何が、義援番長のごときじゃ。体のいい人質じゃないか。されど断っては和議は白紙と化し、久保が乱立する事態になります。ち、足元を見やがって。藤氏。はっ、父上。仕方ないゆえ一時御所を離れる。そなたは御所に残り、世に何かあった時は。何かとは。わかるであろう。世の命が絶たれた時はそなたが久保になるのじゃ。よいな。は、はは。では久保様自ら火災場に向かうと使者に伝えておきまする。ああ、頼む。は。こうして小悪坊足利春氏は馬回り衆や関宿衆ら千に守られ、渋々御将たち火災場へ向かった。氏康に頼まれ一時留守にする程度のつもりであったが、しかし春氏が小悪御所に戻ることができるのは2年も先となる。一方その頃、駿河の国今川館の今川義元は新たな婚儀を模索していた。な、何
兄上、可愛い娘、お松を武田に嫁がせねばならんのじゃ。何度も申しております。殿のご正室、昇慶院様がお亡くなりになり2年が経っておるのです。昇慶院様は武田のブトラ公の姫であり、当家と武田との同盟の証。ああ、何度も聞いたぞ。故に再び武田の姫を当家によこせばよいのじゃ。確か晴信殿には梅姫なる娘がおると聞く。その姫をわしの吉本様の妾とする気ですか。そりゃそうであろう。なりませぬ。何故じゃ。わしはまだ33ぞ。見ての通りピンピンビンビンしておる。梅姫はまだ8つですぞ。え、そんなにも若いのか。そりゃそうです。晴信殿の姫君ゆえ。ならばせがれ達雄丸に嫁がせるか。そんなのんきな話ではないのですぞ。声を荒げるな。びっくりするではないか。よいですか。昇慶院様が亡くなられたことは晴信殿も存じておること。されど武田側から何も頼りがないのが何を意味しておるか。摂斎から文を送っておるのではないのか。何度も山本勘助殿を返し送ってはおりますが、まともな返答は未だないのです。これすなわち当家と武田家の同盟に晴信殿は重きを置いていないということ。もしや晴信は駿河を狙ってくるとでも。何とも言えません。晴信殿は北信濃の制圧に時がかかっております。それに多くの不大家臣も失ったと聞きます。北信濃は雪深き地、それゆえ進行できる時期も限られます。ならば目先を南に変えることも考えられるかと。まだまだ三河の諸豪族らの鎮圧が終わっていないのじゃ。よいか、わしは街道一の弓取りと呼ばれておるのじゃぞ。と殿が言いふらせているだけかと。何でもよい。街道一とはすなわち東海道一であること。少なくとも尾張と伊勢を手に入れねば話にならん。その通りです。それゆえ北の武田や東の北条と敵対すべきではないのです。だからといってお松を晴信の嫡子に嫁がせるのは下せぬ。考えてもみよう。お松は晴信の姉の子、すなわち晴信の姪っ子ぞ。そのお松を晴信の嫡子に嫁がせるとなると、いとこ同士の婚儀になるではないか。そんなこと武家や公家の間では日常茶飯事ですぞ。オンヤメイとの婚儀、中には兄弟での婚儀だってあるのです。そうなのか。良いですか。武田晴信殿は今北信濃、神津家、南信濃、そして駿河、どの方位に進行するが優しいか、そして利があるかを考えているのです。当家の出家体感で駿河を選択することもあるのですぞ。わかった。ならばお松を晴信殿の嫡子に嫁がせることが認めよう。その代わり晴信殿の梅姫をわしのせがれ達雄丸に嫁がせよう。これならば平等であろう。北条を再び敵にする気ですか。さすがに両家から姫を出し合っては北条との盟約に触るか。そもそも娘を武田に嫁がせることだけでも氏康を怒らせることにならんのか。これについてはすでに氏康殿の許しを得て動いております。さすが摂斎じゃ。再び加藤は北条に奪われては黙らんでの。まあわかった。摂斎の思うようにせよ。武田の姫は北条のせがれにでも嫁がせればよかろう。達雄丸の制裁はわしがしっかり探してやろうと。殿、それです。だから脅かすなと申したであろう。三家でそれぞれ姫を嫁がせるのです。当家と武田の話を二家であろう。北条も加えた三家。当家からはお松様を武田晴信殿のご嫡子に、そして晴信殿の姫を北条氏康殿のご嫡子に、最後は氏康殿の姫を殿のご嫡子達雄丸君。この三つどもえの婚儀がなせれば、北の武田に東の北条、どちらの不安も払拭され、敵対大名にとっては脅威となりましょうぞ。聞いておられましたか。聞いておった。その方針でよいが、母にだけはお伺いを立てておいてくれよ。母。今川義元、武田晴信、北条氏康、三家による婚姻同盟は締結の方向ですに、まず天文21年中に今川義元の娘が武田晴信の嫡子太郎、後の武田義信に嫁ぎ、翌年の天文22年に武田晴信の娘が北条氏康の嫡子となった次男松千代丸、後の北条氏政に、そしてその翌年の天文23年に北条氏康の娘が今川義元の子辰雄丸、後の今川氏真に嫁ぎ、高宗駿三国同盟と呼ばれる異例の平和協定が結ばれるのであった。武田義信、北条氏政、今川氏真の三者は天文7年生まれの同い年であったことから、武田義信が亡くなるまでの約15年間東国最大の連合として機能することになる。北条氏康は武田や今川との同盟の動きに対応するため暴走進行を弟の内高や一門の綱重に託し、小田原城に帰還した。うむ、この起承論の内容で問題ない。
これで光月の残党らも当家に続々と下ってこよう。さようですな。そうでした殿に一つお願いがございまする。申してみよ。はっ。この先武田や今川との伝達や折衝などで忙しくなりましょう。それがしのせがれ則秀も奉行衆として働かせていただけないでしょうか。そのことについてはわしも考えておった。則秀をここへ。はっ。則秀、入れ。お呼びにございますか。うむ、則秀はこれよりわしの馬回りの役を解き、父森秀と共に小田原家老衆として他国との交渉の役についてもらいたい。私に務まりましょうか。やればできる。は、はは。松田家は祖父宗瑞の代より仕える普代家老の家柄、それに恥じぬ将となるようしっかり父の背を見て学ぶのだぞ。はは。あなた様。うわ、ま、松千代丸のことじゃな。違います。お春を今川に嫁がせるとは誠にございますか。おう、そっちの方か。うむ、今川義元殿の嫡男達王丸に嫁がせることで決まった。勝手に決めないでください。すでに四男助五郎を人質として今川に出しているではありませんか。さらに娘までも出す必要はございません。案ずるでない。助五郎は婚儀が終わり次第小田原に戻る約束となっておる。母は孫である助五郎を一択可愛がっていると聞きます。あの母が助五郎を手放すとは思えません。受刑に様を説得するよう切磋和尚にも頼んでおるゆえ。和尚では無理です。母に頭が上がらないので。ならば義元殿に頼んでもおくで。未だ母離れできておらぬ兄ではもっと無理です。わ、わかった。ならばわしから打診しておくで。しっかりお願いしますよ。それともう一つ。ま、まだありのか。松千代丸の元服者名ですが。またもそなたが決めたいのか。これでお願いします。宇治政、政の字は祭りごとに通じよとの願いか。違います。北条政子の政です。そ、そっちか。夫婦漫才は終わりましたか。ああ、ひとまずな。放送へ渡った宇治高様から知らせが入りました。おう、聞こうぞ。ではこちらの絵図にて、武蔵の江戸州を主力とする北条宇治高様の本体が陸路よりシーズ城へ進行。里見義高はくるり城へ下がっており、シーズ城兵はあっさり降伏し退場したとのこと。別動隊の北条綱重殿率いる相模州と水軍は荒井城から海を渡り、手薄となっていた金谷城と筑路海城を落城させ上陸し、そのまま北進。真厚の残党がこもるこの讃岐城を降伏させたとのよし。すぐ東の峰上城には里見の重臣正木時重が入っておりますが、くるり城の里見義高と同様城から動こうとしないとのこと。なるほど、義高のやつ時を見定めておるのであろう。時とは山の内上杉派が上州で動き出す時、はたまた五岳坊に何ら動きがあった時か。五岳坊春氏様は火災場に入っておられますが。うむ、里見と示し合わせで動くやもしれぬ。あまり隊を広げては退路を断たれる恐れがある。シーズ城の宇治高には木更津港までの有吉城や笹子城を占拠するまでにしておくのだ。そして土家堺と東亀堺の両家が里見方になびかぬよう調略も怠るでないと。そして問題は讃岐城を得た綱重だ。奴の気性ゆえ正木のこもる峰上城を奪いに動くであろうが、堅牢な峰上城は納金綱重では簡単に落とせん。仮に落とせたとしてもこちらの犠牲は甚大。そして阿波へ撤退する正木に追い打ちしようものなら、アイロナ街道で伏兵に遭い命を落とすこともあろう。ここは金谷城に一旦兵を戻し、南の勝山城、岡本城、ここらを攻略するよう伝えよ。承知しました。宇治康、信濃で動きだ。春信殿か。ああ。武田の家臣となった真田幸綱率いる小さ型軍の国衆らの活躍により、村上義清の居城桂尾城を落城させた。村上義清は越後の長尾景虎を頼り落ちていったと。おう、ついに宿敵である村上義清を信濃から追い払ったか。残す信濃の有力国衆は高梨くらいゆえ、北信濃の制圧も見えたといったとこか。長尾と村上は盟約を結んでおるとも聞きます。長尾景虎が村上領の奪還に動くことはないとは言えん。影虎は軍神などと言われておるようだが、その軍神があの武田軍とどう戦うのか見物ぞ。仮に長尾軍が信濃に向かったとなれば、北神津家に影虎の援軍は入れない。そうだ、その時こそ残す上州国衆への威圧に動く。まあ川越城のおじ上に任せておけばよかろう。そうですな。父上見てくだされ、箸が上手に持てるようになりました。やっとそこか。はは、は遅い、遅すぎる。何故そなたはそこまで不器用なのだ。よいか、そなたは15、来年には元服を控えてもおる。やった、やったではない。よいか、元服と同じくして武田の姫がそなたの正妻として嫁がれる。美しい姫でしょうや。会っておらぬで知らぬが、仮に美しくなかろうと正妻じゃ断ることはできぬ。そんなではない。政略婚は武家の習い。そなたは武田の姫に笑われぬよう、もっと文武の習いに励め。は、元服後の意味名は気にならんのか。宇治政ですよね。母上から聞いております。そうか。北条宇治康は放送寸に三国同盟締結を最優先にしつつも、暴走の里見や小学坊、そして北光月への対応を小田原城から指揮していた。
一方、北信濃、小佐方軍や羽品軍を抑えた武田晴信は、桂尾城で今後の軍議を行っていた。親方様、村上義清は善光寺に逃げ込み、その後、長尾参加の豪族、高梨正頼を頼り、越後に逃げていったとのこと。そうか、ならば、次は善光寺までを抑えに向かうか。急ぎ進軍しても危険にございます。この先は、千曲川が大きく右に曲がり、その先には、いくつもの川が合流する川中島と呼ばれる浮島がいくつも並ぶ街道の難所が待っております。この地を越えた先に善光寺はございますが、善光寺に入れば背後が川となり、一度敵の奇襲を受けたらひとたまりもありません。なるほどの。雪綱、越後守護となった長尾影虎を見知っておるか。存じ上げませんが、噂によれば、戦となれば自らが先頭に立ち敵陣に突っ込んでいくとのこと。影虎を狙い一斉に矢を放つも一つも当たらず、誰一人刀傷を負わせた者もいないと。それゆえ長尾軍の間では影虎は軍神であると口々に申しております。ははは、それゆえ軍神か。会ってみたいものぞ。もう勘助、勘助、軍議の場ぞ。寝るでない。ねえ、寝てはおりませんぞ。いや、寝ておった。この目でしかと見たぞ。それより、こちらは北条氏康殿から届いた同盟締結を称する起承文です。ほう、訂正なしでよいとな。そのようですな。当家が得た小津家の地に関してうるさく指摘してくるかと思ったが、それについてはこの信州と上州をつなぐ街道を当家が押さえておく方が北条にとって今割があると踏んだのでしょう。いざとなったら小津家に援軍を入れろというわけか。それもありましょうが、山の内上杉側の残党に対し当家と北条どちらからも睨まれているぞと思わせるのが狙いでしょう。あくまでも氏康は調略によって小泉を統一したいと言ったところか。北条三代の中で一番合戦を好まないのが氏康殿でしょう。武力ではなく政治力で支配地を拡大していく。親方様とは真反対の当主でありましょう。ははは、真反対か。されど阿波の里宮、日立の佐竹に織田、下野の宇都宮など北条の強大化を恐れる者らとの衝突は避けて通れぬであろう。そこに北条の傀儡化を防ごうとする小学部が動けば関東が荒れるぞ。勘助は、のんきに北条氏康の心配をしていられるのもここまでであった。この翌月の天文22年1553年5月、長尾影虎の元に落ち延びた村上義清の要請に応え、信濃北部の高梨正頼が呼び集めた越後州五千が南下してきたのだ。武田晴信は出陣し、千曲川を渡った先の八幡の地で迎撃するも、長尾軍に押され、一旦遠石城まで兵を引き、村上義清は桂尾城を奪還した。しかし、長尾軍が引いた時を見計らい、武田軍は桂尾城を攻め、村上義清は再び越後へ逃げることとなった。これを聞いた長尾影虎は、ついに自ら兵を引き、北信濃へ進攻。伏せの地に布陣する武田の先鋒隊を壊滅させると、塩崎城、荒戸城、桂尾城を次々に陥落させ、武田軍を塩田城まで引かせた。しかし、武田領へ引き込む策であると判断した影虎は、一旦八幡原まで兵を引き、10月過ぎまで睨み合った末、冬を考慮し、越後に帰還。それを確認した武田晴信は、桂尾城を再び奪い、海へ帰還した。第一次川中島の戦いと呼ばれる武田晴信、長尾影虎の最初の戦いは、今でいうドローに終わったが、両党首ともにお互いの実力を確かめ合うことのできた合戦であった。年は移り、天文23年1554年5月、一向に小学校に戻れず、火災場に留められている小学坊足利春氏は、当時そろそろ氏康殿は江戸に参られる頃であろう。いえ、今少し小田原を離れられないと伝達を受けておりますゆえ。そうなのか。余がこの城に留まる必要もなかろうと思うのじゃが。そんなことはございません。勝さに入っている当家の会の士気が高いのは、やはり久保様がこの火災場におられるからです。里見を屈服させるまでここで鼓舞いただけたらなと。里見義高を屈服させるまでじゃと。そうです、里見軍は城にこもりっきりとのこと。戦う意欲は低いゆえ、今川への援組が終わればと。今川への援組じゃと。はい、殿の姫君が今川家のご嫡男に嫁ぐことが決まりました。おそらく二月のうちにも今川館に入られるでしょう。そうなれば北条と今川の婚姻同盟が復活するというわけか。ええ、今は一旦の停戦は僕ですが、この婚儀により昔のような固い同盟関係となりましょう。そうか、ならば西は安泰といったところか。そうです、その婚儀を無事を得た後、殿はこちらへやってまいりますゆえ、今しばらくお待ちくださいませ。わかった。それより以前から幾度と頼んでおるが、
せがれ、梅塩本丸に一目合わせていただきたい。その件につきましては、殿よりきつく禁じられておりますゆえ、ご容赦くださいませ。何故じゃ、余は父ぞ、そして久保じゃ、その名医者と申しておる。そなたのような北条の一家臣に何故容赦せねばならん。あまり大きな口を聞かれない方が身のためですと。ち、殿が武蔵に参られれば面会の機もございましょう。では拙者はこれにて。ヒロトもおるか。は、ここに。氏康は少なくとも二月は武蔵にやってこない。そして数差入りしておる北条軍は里見に釘付けじゃ。その間に動くぞ。ま、誠に決行するので。ああ、氏康は梅千代の元服まで世をここに閉じ込めておく気だ。そして世の口から梅千代へ家督と久保職の相続を言わせるが狙いじゃ。そんなことはさせん。もう一年以上も世はおとなしく汚い火災場で耐えてきた。今なら遠山らの留守兵も油断しておろう。いつ動きまする。雨は嫌いじゃが、梅雨が訪れた頃としようぞ。かしこまりました。一年以上も火災場に閉じ込められていた状況の小久保足利春氏はついに北条氏康への反抗を表明した。梅雨に入り雨が降り続く中、野田広友ら方向衆の手引きにより火災場を抜け出した春氏は船で川を登ると、数日をかけて関宿城、そして小賀御所に入り挙兵の支度に取り掛かった。その頃、北条氏康は小田原城にて高層寸三国同盟締結への最後の務めを行っていた。それでは父上、これより駿河に向かいまする。うむ、寂しいであろうが。いえ、今川の館には祖母もそして兄上もおります。全く寂しくはありません。そうか、達者で暮らすのじゃ。はい、では。では父上、拙者のそなたはいかぬでよい。妹の警護は兄であるそれがしの務めにございますれば、元服したての嫡男に警護の役を与えるわけがなかろうが。それに護衛は内藤と松田に任せておる。そうでしたか。それより氏政、元服した途端に急に老けたな。ありがたきお言葉、褒めておらん。ははは。それより先月与えた上眼西洋はどこまで読んだ。おっとっと、刀を忘れておりました。先が思いやられる。氏康、久保、足利春氏が動いたぞ。やっとか。関宿か、御所か。先に関宿に入り、その後古賀御所に向かい挙兵の支度を始めた。1年半もかかりましたな。ああ、もう少し早く動くと思っておったがな。よう、あの火災場で耐えたものぞ。いかぬもですな。江戸城の北条綱隆殿、火災場の遠山綱影殿、岩槻城の太田助政殿、押し城の成田長安殿、いつでも出陣の支度は整っておりまする。うむ、結城や宇都宮らが久保側で挙兵される前に終わらせるぞ。すぐにも諸将らに北下夫妻の出兵の早馬を出させよ。はは。久保への使者は太田康介がよかろう。久保の本意を確認しのち、総大将北条綱隆の号令により総攻めとする。その旨しかと伝えよ。はは。では父上、拙者もどこに行く気だ。初陣の品分け者、初陣などまだまだ先ぞ。まずは上眼西洋、その次に孟子、そして孫子、孔子、芝法を熟知しのち和紙からの課題を突破、その後祖父総水公の軍旗を紐解き、きたくない。天文23年1554年7月、古賀御所に戻った古賀久保足利春氏は藤氏と共に挙兵し、近隣の国衆に御所に参陣するようお内書をばらまいた。しかし春氏の挙兵を待っていた北条氏康は、武蔵で待機させていた江戸、火災、岩槻、押しらの隊を即座に北下さえ向かわせ、柳田氏の関宿城、野田氏の栗橋城、そして古賀御所を包囲した。の、野田様、北条の隊に城が囲まれております。はあ、お迎えじゃ。迎えですと。久保様の挙兵を北条が耐え伝えたのはわしじゃからだ。なんと。殿、北条の将太田康介と申す者がお会いになりたいと。うむ、すぐに通せ。はは。長殿ですが、江戸城代太田康介にございます。久保様の命は取らぬと約束していただけるのですな。約束いたしましょう。それを記す主氏康からの文書がこちら。確かに。では関宿城から参ろう。うむ。古賀足利家重臣後田広友は火災場に詰めていた期間に領土安堵を条件とする北条の調略を受けていた。太田康介隊は後田広友の案内のもと関宿城に入ると、挙兵に後ろ向きな柳田春介はあっさり降伏、残す古賀御所へ向かった。じ、父上、北条の旗差しを持った隊が御所の周囲に。こんなにも早くにじゃと。ね、もしや図られたか。久保様、野田様が急ぎのようで参っておりまする。おう、北条方の兵を確認したのであろう。すぐに通ぜ。は。久保様。日ごとも北条の兵はどの程度じゃ。2000か、いや3000ほどか。いえ、5000は集まってきましょう。
さらに宝家そして柳田の隊も含めまするゆえざっと8000には膨らもうかと。広友、よう裏切ったか。柳田殿、名刀高氏を。あ、もう春助までもか。久保様と藤氏様のお命は取らぬと氏康殿は申しております。久保様、ご観念くださいませ。くそ。さあ、お二人を縛り上げよう。よう縛るじゃと。久保様のお命を守るためです。今はこらえてください。藤氏は関係ない。藤氏だけは御所に残せ。お二人をお連れせよ。はは。こうして打倒北条氏康を抱えた足利春氏の挙兵はわずか数日で鎮圧となった。不大家臣らの手により拘束された足利春氏、藤氏親子は玉縄城を経由し小田原城に運ばれた。野田殿、苦渋の決断であったろう。藤安、感謝申し上げる。春氏様のお命をお守りするのが拙者の務めゆえ。うむ、それでよい。約束通り野田殿の領土は安堵とする。そして久保を殺めることもせぬで安心せよ。はは。柳田殿、小田原で再び会えるとはな。わしは北条の方針に従いはするが家臣となるつもりはない。ああ、それで結構ぞ。柳田殿はこれからも古賀足利家の不大家老として励んでいただかねばならんからな。ならば関宿の地は安堵と。いや、関宿城から古賀城に移っていただく。今古賀城と申されましたか。うむ、古賀の地はすでに御所ではないゆえな古賀城が正しかろう。それでは我が領土の関宿の地は当家の直轄地とし、いずれ久保に入っていただき御所とさせる。すなわち関宿には春氏様が入られるのですね。なわけなかろう。春氏殿はわしとの盟約を宝具にし挙兵した。その攻めを追ってもらう必要がある。もしや関宿に入られる久保とは。ああ、わしの甥梅千代生まれぞ。むむむ、下がってよい。暫定久保殿と藤氏殿の縄を解いてやれ。はは。哀れよの。早く世を切れ。そして三代揃って久保殺しの汚名を刻むがよい。祖父が堀越久保足利茶々丸、父はお弓久保足利義明、そしてわしが古賀久保足利春氏殿と。ははは。この戦乱の世に生きる大名にとってこれに勝る誉れはないぞ。何が誉れじゃ。強がるの。何故野田や柳田といった古賀足利家不代の家臣が当家になびいたのかまだわからぬと見えるが。保身に走っただけであろうが。違います。る足利家を守りたい一心なのですぞ。春氏殿、藤氏殿を殺めないことが何よりの条件であったことはこの二人の連番状を読めば明らか。連番状か。こたびの一件、京に戻られた将軍足利義藤様へすでに早馬を飛ばしておりまする。年内にも久保継承の命が入ることになるでしょうな。将軍からのご内緒を待って動いては春氏殿の面目が立たぬでありましょう。ここは潔く今ここで春氏殿の次男梅千代生まれに家督継承の意思を示してみては。まだ梅千代は元服しておらぬ。何も元服を待たずとも梅千代生まれを正式な嫡男と定める文書をしたためていただければよいだけのこと。この松田範秀が以後わしの名代となる。範秀、頼むぞ。はは。では萩氏様、藤氏様、こちらへ。氏康、これで関東が牛耳れたと思うなよ。二人はどちらに幽閉いたしましょうや。武蔵に近くてはまずい。相模のいずこであろうが海から離れた地が良いゆえ直轄領の旗野の地でよかろう。ではそのように。吉政、は、急ぎ川越のおじ上に使者を向かわせてくれ。岩槻城の太田助政や押城の成田長安らの隊を急ぎ関宿城に向かわせ城を抑えるように。いずれこの地を御所とするゆえそれに準ずる城となるよう普請を始めよとな。かしこまりました。されど何故関宿の地に御所を移されるので。関宿は水陸要衝の地。関東を制圧するには必要不可欠な地であると父も仰せであった。以後はここを拠点に下野や日立へ目を光らせるつもりゆえな。なるほど。ではすぐにも使者を向かわせまする。頼んだぞ。殿、秩父軍の藤田様がお越しです。おう、どうせ。母ゲホゲホ、藤安様、遅くなりました。具合が悪いのか。少々旅の疲れが出たのでしょう。小田原まで呼び立ててしまいすまぬ。そなたに頼みがあってな。なんでございましょう。ゲホゲホ。うむ、そなたが治める秩父郡は広い。北の小津と隣接しており、いまだ平井城周辺には山の内派の残党が多く残っておる。それゆえ藤田家の価格を上げ北武蔵の支配力を強化したいのじゃ。官位を授けていただけると。いや、わしの子を授ける。ゲホゲホ、子ならおりまするゆえご暗示くださいませぬよう。遠慮するな。わしの五男千代丸を重俊の養子とする。以後藤田家の嫡男として大事に育ててくれよ。断った時は綱重を向かわすぞ。それは困ります。氏康様のおの子をいただけるなどとこれほど光栄なことはございません。ゲホゲホ、と当家嫡男として大切に育ててまいりまする。頼むぞ。古賀久保の切り崩しは北条氏康の策略通りに進み、捕らえられた足利春氏、藤氏親子は小田原城からすぐ北の旗の後に幽閉され、この段階で古賀久保は姿を消し、足利家の嫡子となった梅千代丸が次の久保となるべく動き出した。
年が変わり、元号が孔子となった1555年11月、いよいよ足利春口の次男であり、北条氏康の甥、梅千代丸、元服の時を迎えた。ふむ、ようにやっておりますぞ、義氏様。は、はい、おじうえ。おじうえはおやめくださいませ。ならば、何と呼べば。氏康、でよいですぞ。おじうえに向かってそのような。義氏様は、関東公方家をお継ぎになられたお方。さらには、将軍足利義輝様から、格の高い義の一字も拝領されたのです。おじとはいえど、それがしにとって、雲の上のお方なのですぞ。よくわかりませぬ。14になられたばかり、まだまだ、わからぬことも、多くございましょう。公方としてのお役目も、当家のものが変わって対応いたしますゆえ、ご安心くださいませ。は、はい。ところで、父は無事であるのか。はい、相模の国にて、ゆっくり余生を暮らしておりまする。情勢が落ち着きましたなら、お会いすることも叶いましょう。早くお会いしたい。うむ。そうじゃ、義氏様に一つお願いが。はい、おじゆえ、じゃない、氏康。は、一言、北条氏康を関東管領に赴任すると、皆の前で申してくださいませ。が、関東管領とは何ぞ。義氏様をお助けする大切なお役目の名となります。そうか。では申すぞ、北条氏康を関東。今ではありませぬ。明日、諸豪族が集まった祝儀の席にて、おっしゃっていただければと。うむ、合図だけは頼みまする。心得ました。ささ。母が義氏様の立派な姿を見たがっておりましたぞ。奥の前。はい、ではここで。ようやく足元が固まりましたね。おじうえのおかげです。何を申されます。氏康様の祭りごとなくして今の北条はありませんよ。皆がわしの命にしっかり従ってくれたからこその今があるのです。父、総帥の言葉ですね。その心忘れてはなりませんよ。さて、これからいかがしまする。里見義隆を本格的に攻めまするか。今少し領土内を固めてからにしたい。まず関宿の御所が完成次第、足利義氏様を火災城から関宿御所に移し、関宿公方とさせる。次に山の内家臣であった大石氏の丘陵玉郡西部を固めるべく、主不在の大石家にわしの三男道菊丸を有志とさせ継がせようと思っております。すでに秩父郡の藤田家には五男千代丸を養子とさせ、いずれ嫡男として藤田家を継ぐことが決まっておりますゆえ、ここが落ち着けば武蔵は盤石となりましょう。どちらの子も元服はまだ先ですぞ。せいてはことを子孫じまする。それに関東の国衆らが誠に当家に従っているものばかりとも思えません。まずは我が領土内での戦を減らし、わしの政策を行き届かせる。そして公方義氏様の名のもとに当家に従わぬ国衆らを調略してゆく。一を十にするはたやすい。されど十を百にするのは容易ではない。まさに言説、国策、権策を整えてからの軍策。いかにも、まさに今の世は古代中国漢の喪失劉強を除いた戦国策に酷似しておる。後の世で日本の戦国時代とでも呼ばれるようになるのではないか。ははは、まさに秦が中国全土を統一することとなった戦国時代のようですな。その秦となるのが北条であると。まさかまさか。中国と大きく違うのは、この日の元には王家が存在する。その王家を支えるが朝廷であり、全国の武士を束ねるが足利将軍家。将軍義輝様は京に戻られたと聞く。この混乱も間もなく鎮静かとなろう。その時当家が関東公方を支える関東管領として君臨しておけさえすればよい。ははは、氏康様は父と兄にさらにしたたかさを備えた良き君主となられましたな。されどこの混乱が鎮静化するとの考えはいささか楽観しすぎにございましょう。わかっておる、わかっておるが、楽観したくもなるのじゃ。氏政殿にございまするか。ああ、あやつにこの先の当家を守り抜く力量を持っておるとは到底思えん。亡くなられた氏親殿に全てを注いでまいりましたから無理もございません。されど氏政殿には兄弟が多くございます。さらには綱重殿や綱高殿、そして大竹などの一門衆も増えております。この絆をしっかり束ねることができれば当家の力が衰えることはないでしょう。おじうえの申される通りですな。それより小田原城の拡幅武進は進んでおりますか。はい、これまでの二の郭を南郭とし、空堀を設けた東側に兵3000は詰められる二の丸を新たに拡幅させております。その外周には水を蓄えた堀を備える予定で、来年には大方完了する手はずと。居城の規模は大名の威厳を表します。大きければ大きいほど領民や家臣は安心し、近隣大名は脅威と感じるものです。されど無策に広げても守りにくくなります。籠城を想定し水の手の確保と食料の城内調達ですよね。父やおじうえに幾度と聞かされてきましたゆえ頭から離れませんよ。そんなに話しておりましたか。ははは、私も年を取りましたな。急ぎ、信濃からの知らせ。春信殿からか。確か北信濃で再び長岡景虎と対峙していると聞くが、決戦に至ったか。いえ、全国
小路一帯を抑えた武田軍でしたが、長尾景虎率いる越後軍が入ったことで両軍は睨み合いに、およそ半年もの膠着状態が続き、両軍ともに兵端の調達に苦しむ事態となり、今戸が義元様の仲介で和睦が成立したとのこと。両軍は雨竜10月川中島一帯から兵を引き上げたともよし。そうか、こたびの大事も大きな戦とならなかったか。長尾軍が越後に戻らねばならぬ事態が生じたからでしょう。春信殿の策により発生した加賀一向一揆を鎮圧するべく、越前の朝倉家とともに長尾家は動いていたが、どうも夏頃に朝倉軍の総大将朝倉宗敵が亡くなったため、北陸を意識した長尾景虎は和睦案に応じたのでありましょう。朝倉宗敵、軍略に優れた叔父上のごと気象であったと聞きます。私は足元にも及びません。例えるなら今川家の参謀大元節斎和尚にございましょう。権欲さは相変わらずですな。ほほほ、今川家より急ぎの知らせ。おう、今まさに今川の話をしておったぞ。急ぎとは何ぞ。今川家の火災、大元節斎様病にてお亡くなりに。なんだと。三国の同盟がなせたばかりだというに、こんな時に行かれてしまうとは。この先今川家の勢いが衰えることも考えられます。今のうちに今川への人質として入っております。殿の四男助五郎殿を小田原に連れ戻しておくことを勧めます。そうですな、すでに娘春が義元殿の嫡子に嫁いでおるゆえ、助五郎の帰還は難しくなかろう。すぐにも松田に指示し対応いたしまする。お急ぎくださいませ。玄庵の思惑通り、今川家の参謀大元節斎の死は諸将を束ねる統率力を欠くこととなった。街道一の弓取りと称される今川義元の軍事行動は鈍化し、三河と尾張を挟む国衆らの心は揺らいでいくこととなる。その頃尾張の国では守護代である織田一族内の争いに終止符が打たれようとしていた。そう、尾張守護代の一角諸畑織田家の当主についた織田信長の手によってである。それから一年の月日が流れ、その間多摩郡西の大石家に養子に入っていた北条氏康三男東菊丸が元服し、名を打ち照とし、大石家の家督を相続した。また関宿御所が落慶となり、久保足利義氏は葛西城から関宿御所に移り、関宿久保が誕生した。北条家傀儡の久保が誕生したことを受け、館林城の赤井文禄、赤石城の名和宗利、そして山の内上杉家、古賀足利家、どちらにも強い影響力を持つ足利城の足利政長までもが北条に下ってきた。この噂は白井城で再起を図る上杉紀政の耳に届いた。足利城の長尾政長までもが当家を見放したか。おそらく新たな関東久保に従う姿勢を見せただけにございましょう。その新たな久保が氏康の甥ではないか。前の久保様も相模に捕らえられていると聞くぞ。北条のやっていることはむちゃくちゃじゃ。今は捕らえていただき、越後長尾景虎様の出兵を。景虎は信用できん。信濃にばかりごずめしよるが、小渕家には一向に入ろうとせぬではないか。何度も頼んではおるのですが、いかんせん内安が小渕家に兵を動かす気配がないゆえ。兵を動かさずとも圧力をかけてきておろう。そなたの大石家も氏康の子が相続したと聞いたぞ。こうやって氏康は来たる戦支度を進めておるのじゃ。まあ分かっておられるのであれば、ゲホゲホ。秋高は病のみ、休んでおれ。そうも言ってられません、ゲホゲホ。韮山、小田原、多摩川、川越、関宿を基軸拠点に、江戸の太田宗家、多摩の大石家、そして秩父の藤竹。氏康の狙いは、主要の街道を抑える拠点に一門も配置させ、広大な関東を組織力で支配していくこと。もう、勝ち目がないではないか。武田や今川の同盟に亀裂でも入ればよいのじゃが。今川の参謀、大元節斎が亡くなったのであろう。何か亀裂の予兆はないのか。残念ながら。何か手を考えよ。はは、ゲホゲホ。殿、偵察を終え帰還いたしました。おう、辰若丸の居所はつかめたか。阿呉前牛の御嶽町にはいないとのこと。そりゃそうであろう。それ以外は生きているとも亡くなっているとも。肉たたずめが。乗政様、将軍に嘆願状をお書きになっては。嘆願状じゃと。北条に辰若丸を返せと嘆願するのか。いえ、前の小賀久保足利春氏様並びに藤氏様を小賀城にお戻しいただくよう将軍にお願いするのです。力のない二人を戻していかにするのじゃ。北条の言いなり久保を嫌う豪族や大名らは多くおりまする。もしや再び春氏様に挙兵をさせよと。いかにも下野の宇都宮日立の佐竹は北条のやり方に不満を抱いておりまする。そして北条参加の千葉家、
幼少で家督を継いだ千葉近種と家裁である荒種清人で対立していることを利用し、勝佐の里見をも動員し、下房一帯で混乱を起こさせ、一気に関宿御所を陥落させる。そして久保足利義氏様を捕らえてしまうのです。捕らえてどうするのじゃ。辰若丸との人質交換に使いまする。なるほどの、賢いの、乗り陰。そうなれば辰若丸も帰ってきて、そして久保も藤氏様が次古賀久保復活といったところか。一石二鳥ならぬ一石二鳥じゃな。いや、辰若丸と藤氏様、二人の頭が得られるという意味じゃ。まあよい。すぐにも将軍へ嘆願状を書くぞ。紙と筆を持て。はは。関東管領上杉範政の書状は、今日で幕府の権威回復に邁進する13代目将軍足利義輝に届いた。関東管領の訴え、誠ごもっとも、世の一族でもある春氏と九十氏が幽閉されているのは気の毒じゃ。前の関東工藤足利春氏、並びに長子藤氏を許し、故郷に戻すよう、北条氏康に命じようぞ。はは、お頼みいたしまする。将軍からのご内書を受け取った北条氏康は、それに従い、二人の幽閉を解いた。こうして、約2年ぶりに足利春氏、藤氏親子は、佐賀に秦野から、古巣、古賀城へ帰還していった。久保様、ご無事で。もう久保ではない、その名で申すな。いえ、拙者にとって春氏様は今でも古賀久保様です。そう申してくれるのもそなただけぞ。おじえ、人払いを。はっ、奉公主らはこの部屋から出られよう。はは、そなたもだ。拙者もですか。はは。父上、こちらを。誰からの踏みぞ。金山城主由良成重殿からにございます。これはこの誘いによってはならんぞ。我らが立ち上がれば、金山城の由良殿、そして深井城の高木殿が兵を挙げるのです。関宿御所が手薄な時を狙い、一挙に攻め入れば、義氏を捕らえることができ、古賀久保に返り咲くことが叶えましょう。されど失策となれば、次こそ命がないぞ。それがしは父の長子、このまま黙って弟に久保を名乗らせておきたくはないのです。そうか、よくぞ申したぞ。よいな、このことのだや柳田には漏らすでないぞ。そして動く時は一気にじゃ。母。こうして古賀城に戻った足利春氏、藤氏親子は、またしても北条に敵対することを決め、秘密裏に関宿御所襲撃の支度は進んだ。しかし北条氏康はこの動きを読んでいた。二人の監視につけていた小太郎は、千葉家当主千葉近種宛に送った足利不従事直筆の書状を奪うと、玉縄城に入っていた氏康に届け、事態は発覚した。弘治3年1557年9月、里見義隆の動きが活発になったとの知らせを聞いた氏康は、玉縄城に入り軍議を開いていた。正木水軍に敗れたとは誠か。敗れたんじゃない、嵐に巻き込まれそうになったで。岬まで撤退しただけだ。ならば船は失っていないんだな。いや、転覆や座礁した船はいくらかある。数は300艘ほど。多いではないか。今一度正木水軍と戦わせてくれ。ダメだ、これ以上船を沈められたら本格的な暴走進行に影響する。クソ。宇治安、足利富士氏が動いた。何、古賀に戻したばかりぞ、もう動くとは。これは富士氏から千葉近種宛てに投げられた書状。千葉投資宛てじゃと。6つで家督を継いだ千葉近種殿も御年16、後見役の原種清殿と意見が合わなくなり対立していると聞いてもおります。それを富士氏様は利用するつもりでは。ああ、その通りだ。この書状に同じことが書かれておる。里見義高め、やけに威勢がいいのもこの動きと連動してのことであろう。古賀へ戻ったばかりの春氏様や富士氏様にこのような根回しなどできぬかと。ああ、黒幕がおるのであろう。それが里見なのか山の内なのか、今はそれを考えているいともはない。綱重、わしはすぐにも江戸城に向かい、千葉と足利親子の対応に向かう。そなたは再び岬城に入り、相模湾、江戸湾の監視を続けよ。俺の出番はねえのかよ。すまんな。せ、殿、父が。おう、安勝、信為がいかがした。急な病にて。もしや、亡くなったと。はい、戦場で散れず、無念であったと。そうか、これより江戸に向かうというに、まこと残念ぞ。されど、悲しんでばかりもいられぬ。嫡男であるそなたを、笠原家の当主とし、所領と城備え隊を相続することを認める。以後、笠原家の主として励めよ。はは。これより江戸に向かう。安勝、一緒に参るぞ。はは。足利春氏、藤氏の企てを知った氏康は、江戸城に入ると、古賀城及び千葉家居城、元桜城へ軍を向かわせた。古賀城へは、川越城の大道寺修行教総大将、岩槻城の太田助政、御師城の成田長安らの隊が、関宿御所に着陣。一方、元桜城には、太田康助を総大将に、北条綱隆、大山綱影を副将とする7000が向かった。
そして氏康は自ら御攻め隊3000を指揮し、深井城や小金城の高木種吉の動きを見張るべく葛西城に入った。最初に動いたのは元桜城に向かった隊であった。安助様、薄井城と元桜城から合わせて1500ほどの隊が桜の地にて布陣、東隊の進軍に気づいている様子。桜まであと2里だ。こちらも布陣し、まずは死者を。我らは7000伏兵に備えつつ、敵兵が見える地までゆっくり前進を続ける。千葉家は当家の傘下大名だ。そして明確に当家反旗を翻したわけでもない。あまり挑発してはダメだ。反旗を翻したわけでなければ進軍しても戦とはなるまい。それを確かめることもできる。わしはむやみに挑発をするなと申しておる。兄上、それがしは総大将として進軍を指示しておる。従えぬと申すなら今すぐに江戸城にでも戻りなされ。まあまあ、お二方そこまでにしなされ。我が赤備え隊が敵を威嚇せぬよう宣伝いたしまするゆえ。承知しました。では参りましょう。こうして御将軍はゆっくり東へ進軍を続けた。その様子は石膏によって次々に桜本陣の千葉近種に届けられた。総大将は江戸城代太田安助、それに北条一門、北条綱高隊や遠山綱掛隊ら総勢5000は優に超えるか。ち、すでにこちらの企ては慣れておったか。数で劣勢、しかも敵数に怯え、東隊の士気は上がりませぬ。高木はこちらに味方してくれぬのか。小金城より急ぎの知らせ。おう、高木からか。はっ。北条のご詰めらしき隊3000が葛西城に入ったとのことで、こちらへの援軍は厳しいともよしに。なんと。殿、日立の織田殿から早馬に。今北条と敵対はできぬゆえ援軍はかなわぬと。これまでか。敵影が見えてきました。その中に原隊の姿はない様子。北条氏康は敵意を示した者には苦労であろうと容赦しなかった。どうせ死ぬならここで散ってやろうぞ。殿、それがしが死者となり北条側の進軍の真意を尋ねてまいりまする。それには及ばん。北条の傀儡として生きるなら武士として潔く戦って散れが100倍はマシじゃ。策などのよう全軍突撃せよ。覚悟を決めた千葉近種が全軍に突撃の命を下し、合戦は始まった。おい、死者を返すことなくせない。こんな真っ昼間に開けた地にて勝つでふりと承知で突っ込んでくるとは、これは玉砕覚悟の突撃と見るべきだな。釣りもあり得る。それはない。身を誘い込む地だと見当たらん。ならばどちらは迫力にて。うむ、すぐにも迫力を敷くぞ。合図の太鼓を鳴らせ。射程に入ったら弓矢を全力で放つぞ。勢いよく攻め込んだ千葉軍であったが、士気と兵数の差を覆すことはできず、迫力にくるまれるように次々に倒されていく。くぐっ、くそ、切っても切っても湧いてきやがる。殿だけはお守りするのだ。まだまだじゃ、敵の弓に恐れてはなら。ぐぐ、千葉近種殿でありますが。だからなんじゃ。こちらへ何の伺いも立てず攻め込んできたということは、やはり道家に対し範囲ありと捉えてよろしいな。よ、領内に無断で入ってきたからであろうが。こちらは足利富士氏様からそなた宛に書かれた文書。ここにしっかりと近種殿の隊とともに関宿御所を攻め落とすと書かれておりますな。そんなのは偽物だ。わしを当主の座から引きずり下ろそうとする者らの企みじゃ。そうかもしれませぬな。その旨主氏康の前でしかと弁解するがよい。縄をかけよ、葛西城まで連れて行け。はは。千葉近種は北条綱高に捕まり、氏康のもとへ連行され、千葉領での合戦は終わった。一方、関宿御所に参集した北条軍は、夜のうちに古賀城を目指し進軍。日が昇る頃には、城は北条軍により囲まれていた。兄貴、もしや兵糧攻めか。まさか、殿からは城を破却してもよいと言われている。ならば、力攻めか。いつでもよいぞ。そう焦るな。将軍から許されて、二人は古賀城に戻ったんだ。ここで、手荒な真似をして、元公方とその長子を撃ったのでは、氏康様の面目が潰れる。そうなんだろ、重興殿。ああ、そうだ。わしは、春富士様とは、幾度か面識がある。わしを使者に向かわせてくれぬか。そなたが使者だと。ああ、扇ヶ谷通江杉家再興のためにも、ここらで功績を積んでおきたいんだ。なあ、頼む。わしが斬られたとしても、重興殿には、何ら責めはない。すべては、自ら望んだことゆえ。元公方との交渉なら、成田殿の方が。これは、命より大事な、いや言い過ぎた。命の次に、大事な、武蔵一の女子の小袖じゃ。これを重興殿にあげで、頼む。こんな小袖などいらん。まあ、わかった。二人を捕らえてくるまでが務めぞ。心得ておる。では。こうして、太田助政が、交渉の使者として、古賀城に向かった。その頃、古賀城では、全方位が北条兵に囲まれ、城内は大騒ぎとなっていた。おい。これは何の騒ぎじゃ。北条軍が城を囲んでおるのです。
その数五千は超えており、急ぎ戦支度を始めておりまする。なぜ北条軍に城が囲まれねばならん。まさか春氏様か。春氏様、またしても何やら企みましたか。朝から騒がしいのはそのせいか。次は命がないですぞと申しておりましたのに。おじね、申し訳ございません。こたびはそれがしが画策したことなのです。藤氏様か。今しがた、北条の使者太田助政殿が春氏様にお会いしたいと門前まで来ております。太田助政は大見ヶ谷復興のためなら何でもするもの。お会いしてはなりませぬ。ここは拙者が。よい、藤安は賢いやつじゃ。わしを殺す真似はしまい。ここへ通せ。はは。失礼つかまつりまする。北条の使者太田助政にございまする。うむ、大義ぞ。そなた、扇ヶ谷上杉家の再興が願いとのことよな。いかにも。まこと、再興させるつもりが、宇治康にあると思っておるのか。朱印状もいただいておりますれば。そんな朱印状に、何の効果があると思うのじゃ。扇ヶ谷復興を申し出ても、宇治康は、のらりくらりと、会話を交わしてこよう。それは、まだ木が熟しておらぬだけかと。ははは、木が熟す頃には、そなたは亡くなっておろうぞ。それよりも、よとておくまぬか。わしのせがれ、藤内を公方にしてさえくれれば、扇ヶ谷上杉の再興など、たやすきこと。いかにして、藤内殿を公方様にと。簡単なことじゃ。そなたなら、関宿の御所には、簡単に入れよう。そこで吉氏を捕らえ、ここへ連れてきてくれさえすればよい。捕らえる？いっそのこと切ってしまえばよいのでは。あれでもわしのせがれぞ。それに、人質の交換に使う必要があるでな。もしや、宇治綱の娘の奥方様ですか。せがれと妻を交換してどうする。血は、上杉のりまさの着手、辰若丸が北条に捕らえられておると聞く。それと交換じゃ。ほう、黒幕は関東関連でしたか。父上、ベラベラと話しすぎですぞ。すまん。なるほど、こたびの全貌がつかめましたぜ。差し詰め、相模から、古外幽閉を解かれたのも、上杉から将軍へ口添えがあったからであろう。知らん。今さら、おとぼけになられても遅いですぞ。さて、本題に戻りましょう。お二方に残された道は二つ。一つは、今、ここで、刀を納め、氏康様に平謝りすることでの命乞い。もう一つは、この城と共に、はいと化す。さあ、お決めくだされ。すぐには決められん。半時しても、私が陣に戻らぬ時は、はいと化す道を選ばれたと判断され。五千の北条軍が一斉に火矢を追いかける手はずとなっております。公方様、元ちゃん、どっちでもいいです。氏康様には私から何とか説得しまするゆえ、ここはこらえて刀をお納めください。どちらの首も取るまではしないでしょう。こたびの死亡者はそれがしです。父は生きてくださいませ。無念じゃ。こうして元古賀公方、足利春氏と藤氏の親子はまたしても捕らえられ、葛西城の氏康の元へ連れて行かれた。千葉千方ね、当家と千葉家とは古くから吉見を通じてきた間柄。幼くして当主となったそなたを、わしは親のつもりで接してきたつもりじゃ。それがこともあろうことか、元公方らの計りごとに引っかかるとは。何が親のつもりじゃ。当家の祭りことは北条と腹らで好き勝手しておる。当主であるわしに伺いも立てずにな。まだそなたは元服したばかりではないか。祭りごとのいろはをこれから覚えるときぞ。うるさい、俺には俺のやり方があるんだ。おりゃ、ふる。死に急ぎおって種富。まあ近種のおじである、そなたが以後千葉家の当主となるのじゃ。はは。氏康様、足利春氏様、藤氏様、見事それがしの調略にて無傷でお連れいたしました。ふむ、さすが助政、見事ぞ。はは、ありがときお言葉。黒幕はお察しの通り、山の内上杉のりまさ関東関連にございました。そうか、ご苦労。はは。どうした、下がってよいぞ。褒美についてですが、感情は追って沙汰するゆえ切腹でない。はは。さて、元公方、申し開きがあるなら好きなだけ申してみよ。父ではないのです。こたびはそれがしが勝手に測ったまでのこと。おう、父思いの良い子じゃ。まあ案ずるでない、二人とも命までは取らぬ。されど再び幽閉とする。二度と出られぬゆえ覚悟するがよい。今生の別れとなろう。二人を連れて行け。母殿、北信濃の武田軍に新たな動きが。ふむ、申せ。あっ、二月ほど前、北信濃の川中島一帯で武田軍と長尾軍が再び対峙。地方で小競り合いが起きたもの、決戦とまでには至らず、双方撤退したとのよし。これで両軍が対峙するのも三度目にございますな。ああ、川中島をわしは知らぬが、攻めるも守るも容易にはいかぬちなのであろう。されど、北島野を制圧したいはずの春元殿が、何故決戦を避けるので。それだけ長尾影虎の軍略に隙がないのであろう。そんな影虎が長州に攻め寄せてきたなら、どう戦えまする。どうしようかの。まあ、北武蔵の兵を温存させておるのはその時のためやもしれんな。よし、明日より関宿城に向かい、古賀寮の仕置きに入る。臭い古賀衆を召集してやろうぞ。足利親子による再度の挙兵も、氏康の諜報網にかかり、
未然に防がれた形で鎮静化となった。捕らえられた足利親子は栗橋城主野田博友に預けられ、再び幽閉の身となった。関宿御所に入った氏康は2ヶ月ほど滞在し、関宿久保足利義氏の補佐と足利富士氏の息のかかった豪族らの捜索を徹底的に行い、そして12月今回の騒動を引き起こした黒幕関東管領上杉憲政の本格的な追い込みを開始するべく、北武蔵八方城に入った。父上、ご無沙汰しております。おう、千代丸、秩父での暮らしには慣れたか。茂面兄様に助けていただいております。うむ、茂面はおるか。あ、分かっておると思うが、この千代丸が元服した後は藤田の家督を千代丸に譲るのだ。良いな。あ、はは、心得ております。その後も後見役として励んでくれよ。はは、殿、朗報にございます。大義であった。まだ何もお伝えしておりませんが。朗報と申したではないか。は、はい。粘り強く交渉を繰り返しておりました金山城主由良成重殿が、出兵の命には応じないことを条件に、当家の従属国衆となることを承諾いたしました。あの由良が下ったか。はい、こちらが正主となり、人質はそれがしの城で預かっております。それでよい。もう一つ朗報がありますよ。大義ですぞ、おじ上。同じネタを何度も用いてはなりませんよ。ははは、して朗報とは。関宿久保足利義氏様のご内緒が功を奏し、前橋城の長野県中が当家に下るとのこと。そしてもう一つ、この安中城主安中長重も、当家派の嫡男安中重重に家督を譲り、隠居することで当家に下ると申してきております。安中を得たは大きい。善竜はおるか。は、ここに。春名山の西を抜ける道は険しいか。もしや岩下城を狙うので。いかにも。でありましたら、この烏川沿いを西に向かい、倉淵まで進み、そこから下に2つほど峠を越えれば岩下にたどり着きます。進軍には幾日かかる。水かさの低い時期でしたら2日あれば迎えましょう。されど雪が積もるこの時期の峠越えは厳しいかと。よう分かった。進軍は来年の雪解け早々とする。善竜は岩下城攻めの大将じゃ。平井衆を引き連れ、安中隊と共に岩下城を攻めよ。はは、おじ上。はいはい。安中重重に岩下城の再統攻略をもって当家に従う証とすると伝えてもらいたい。そして外に戻られた春信殿にも光月への援軍打診を。かしこまりました。者ども待たせたな。いよいよ来春北光月へ一挙に進攻する。そして山の内上杉家を滅亡に追いやるのだ。これは関宿久保様よりいただいた賊軍討伐を命ずるご内緒じゃ。我らはこの大義名分をもって北光月に進攻する。相手が関東歓迎だからと恐れてはならん。この戦こそ陣中報告の精髄と心得よ。さあ来春に向け各々支度に取り掛かるのじゃ。北武蔵で年を越した北条氏康は、弘治4年3月ついに本格的な北光月侵攻を開始した。援軍を要請していた武田からは、春信の弟武田信繁を対象とする総勢4千が薄い峠を越え国峰城に入ると、小畑隊と合流し倉賀野城へ向け進軍。北武蔵からも藤田隊、上田隊、成田隊が続々と光月に入り、倉賀野城へ迫った。光月では、赤石城の縄隊が、前橋城の長野隊と合流し、総社城へ向け進軍。一方、安中城で安中隊と合流したアポ隊は、春名山の西を、桶回りに岩下城を目指した。進軍を察知した岩下城の斎藤則弘は、吾妻川を挟んで退治するも、領土維持に燃える安中重重の士気は高く、合戦に敗れた斎藤則弘は、城を明け渡し、北条に降伏。これで上杉憲政の入る城以上の西が封じられた形となった。この怒涛の進行は次々に城以上の上杉憲政に届けられた。岩下城の斎藤が北条に降伏したじゃと。はは、敵軍の先鋒は安中重重様の隊とのこと。昨年末にも当家を裏切っていたのではと。あの安中のようにしてたか。まずいです。総社城の長尾殿より知らせが入り、前橋城の長尾隊や赤石城の長隊が総社城を取り囲んでおり、急ぎ援軍をと。赤石へ前橋もか。の、則政様。誠、面目ございません。どうしたかない、傷だらけではないか。と、北条軍と武田軍に倉賀野城を包囲され、総攻撃を食らい、城は陥落。なんとかここまで逃げてまいったしない。武田軍も来たのか。殿、北条氏康が八方城を立ったとのこと。このままでは、西と南から白井城は挟まれることに。大石、この白井城なら敵の侵攻を防げると申しておったような。岩下城が敵の手に落ちたが、
この城の優位は失ってしまいました。秋田か、どうすればよい。小畑秋田家殿は昨年亡くなっておりまする。そうであった。今のうちに北の沼田城まで引きましょうぞ。そして越後の長尾影虎様に援軍の要請を。それしかなさそうだな。馬の支度をしてまいりまする。ああ、また逃げるのか。北条氏康の電光石火の進行を察知した関東官吏家杉憲政は家臣らの進言を受け、城井城を捨てると沼田城まで下がった。しかしその沼田城では上杉派の当主沼田秋康と北条派の嫡男沼田智則とで内乱が発生し、沼田秋康は嫡男が北条派の家臣を次々に成敗するも、上杉憲政を沼田で囲まう状況ではなく、上杉憲政ら一行は沼田秋康の案内で越後守護長尾景虎を頼り落ちていった。その後北高助の全ての城を北条軍が抑え、氏康は悲願の上州制圧を成し遂げた。そして長く関東に君臨してきた高助守護山内上杉家は姿を消すこととなった。この年から翌年にかけ関東全域で戦が止むことになる。それは A6 の飢饉と記録される未曾有の水害が全国的に発生したためであった。田畑の復旧には数年を要するため、飢饉の影響はどの大名にも向くのしかだった。この頃甲斐信濃の守護武田晴信は出家し武田信玄を名乗るようになる。出家の理由の一つに飢饉を鎮めるための領民へのパフォーマンスであったとも言われている。そして武田信玄と三度川中島で対峙した長尾景虎は雪解けを終えた A6 2年1559年5月2度目の上洛をするべく京へ向かっていた。三好の軍勢を何とかしてくれ。怖くて夜しか寝れぬ。それは大変にございますが。ボケたんじゃ、しっかり突っ込んでもらわねば困る。面目ございませぬ。しかし堺での三好の振る舞いはいかがなものかと思うぞ。飢饉で苦しんでおるのであろうが、商人の米蔵を破壊し兵糧を略奪したのは三好や松永の手の者と聞く。ならばすぐにも調べを入れまする。うむ、久保様、越後守護長尾景虎様が上洛されました。おう、来たか。すぐに広場へ通せ。はは、おんべ、お忙しい中時間を割いていただき感謝いたします。さほど忙しくはないぞ。それより余の仲裁を聞き入れ武田との和議を結んだ一件、まこと嬉しいぞ。加賀での一向一揆にも目を向けなければならぬ状況でありましたゆえ、こちらも助かりました。むうむう、久保様。うん、そなたは誰ぞ。関東官吏山内上杉憲政にございます。幾度と上洛の要請をいただきながらも北条から逃げ回る日々を過ごしており、京へ足を運ぶことができなかったこと平にご容赦ください。二の峠越えが億劫で上洛しなかったと聞いておったが、それは偽りなのじゃが。峠越えが嫌でなど、そんなことはございません。あはは、まあよい。されど関東官吏が越後守護とともに上洛するとはまた珍しいの。実はカクカクシカジカといった経緯で、今は影虎殿の行為により越後上杉館に入っておりまする。そうか、北条氏康はそうも強いのか。強いなんてもんじゃありません。こう、武田晴信とどちらが強い。どちらも強いが、氏康はなんというかやり方がせこい。わしのせがれを人質としたり、古賀久保を幽閉し、おいを強引に関東久保にさせたり、勝手に関東官吏の名で文書を発給するなど。意味反する奴はこの影虎が許さぬ。おう、影虎殿、そう申してくれるか。ならばすぐにも光月に攻め込んで北条の奴らから領土を取り戻してくれ。それがしが光月に攻め入る大義はございません。なぜじゃ、今申しておったではないか。義に反する奴は許さぬと。心の中で許さぬと思うだけのこと、兵を動かす道理とはなりませぬ。久保様からも影虎殿に上州攻めを命じてくださいませ。でも口から戦を起こせと命じることはできぬ。そこをなんとか。私が骨を折りましょう。関白、この絵様が何故ここに。初見であろう。何故関白とわかったのじゃ。いえ、なんとなく。まあよい、銭はあるか。はい、銭ならばいくらかは。これだけか。小付けを追われた身なのです。これが精一杯に。ならばこの3倍の銭は小付け奪還をなせたならいただくとしよう。いかなる策にて。長尾殿が動かれるには大義名分が必要なのであろう。簡単なことじゃ。よから帝にお頼みし、越後守護長尾景虎へ北条討伐の宣言をいただくだけのこと。それはありがたい。長尾殿、それなら動かれますな。帝よりのご下知に従わるはずがございません。うむ、わしも共に向かうゆえ警護も頼むぞ。関白様も越後に来られるので。ああ、しかと銭をいただかねばならぬでな。こんな時に関白が今日離れては。こんな時だから離れるのだ。それでは朝廷が。関白なんぞ朝廷ではお飾りのようなものよ。ささ帝にお願いしに行こっと。お頼みいたします。
関白、近衛先久は、関東管領、上杉範政の要請に応え、帝から北条討伐の宣言を得ると、長尾景虎と起請文を交わし、一行と共に越後へ入った。その動きをまだ知らない北条氏康は、北上津各地の仕置きをして回り、残すは沼田城となっていた。おい、氏康、わざわざ沼田の地までなぜ呼び寄せた？ああ、この地は北の越後とつながる重要な地。ここには一門を配置させたいと思ってな。おお、俺にここへ入れと。それも考えたが、そなたは里見攻めに欠かせぬ木備え隊の長。どう動くかも読めぬ上杉範政や長尾景虎の抑えに、そなたを配属させるわけにはいかぬ。もしやせがれを。そうだ、長男はダメだ、嫡男としておる。であろうな。それゆえ次男安本を沼田に入れたい。だから安重を留守居として安本と共に小泉へ来いと命じてきたのか。ふむ、安本前へ。は、北条綱重次男北条安本、世継ぎの途絶えた沼田氏の家督を継ぎ、沼田安本と名を改め、沼田領主に任ずる。この地をしっかり守るのだ。はっ、長尾軍が来たならば、必ずや沼田にて追い返してみせまする。よう申したぞ。綱重の子にしては、物分かりが良いのを。うるせえな。ははは。よし、これにて、上州の仕置きはしまいじゃ。すぐにも暴走に渡り、里見を屈服させるぞ、と言いたいところじゃが、飢饉の影響は関東全土に広がっておる。今は、民の暮らしを第一に頼むぞ。さあ、綱重、共に武蔵に向かおうぞ。来たばっかりだぞ、もう戻るのかよ。北条氏康は、越後との国境に隣接する沼田の地に、一門である北条綱重の次男を配属させ、北の監視とさせると、飢饉や疫病で苦しむ各地を見て回り、小田原城に帰還した。その翌月、信濃乙女城に入っていた武田信玄に、氏康、帰還の知らせが届いた。また多くの銭を北条は送ってきましたな。小津家の国を制圧できたのがことのほか嬉しかったのであろうぞ。当家も負けてはおられませんが。北信濃のことを申しておるのだが。そうです、あの長尾景虎との決戦に勝ちさえすれば、一気に北信濃の三の地軍高井軍の皇族らは当家に下って参りましょう。あの景虎は手強いぞ。何せどの軍略書にもない策で進軍し、我らを翻弄してくるのだからな。あの速度だけは日の本一にございましょう。されど必ずやどこかに欠点はあります。それを見つけた時こそ。欠点よの。おお、そうじゃ、忍びのサスケから面白い知らせが届いた。読んでみよう。どうも越後に逃れた上杉範政が長尾景虎を引き連れ上洛していたらしいが、関白を連れ越後に戻ったと書かれておりますが。ああ、関東管領に関白、これは関東で一波乱あるぞ。いよいよ景虎は北条とも戦うことに。うむ、この時を待っておったのよ。千曲川沿いの海津の地に城を設ける件は進んでおるのか。はい、真田殿とともに大方縄張りは済ませております。来年いっぱいにも完成となりましょう。どこも飢饉や疫病で苦しんでおるが、海津城は川中島を制する上で拠点となる城、一踏ん張りしてもらわねばならん。この銭を全て使ってよい、急ぎ築城するのじゃ。はは。武田信玄は長尾景虎が上洛し、関白とともに越後に戻ったとの知らせを知り、関白の命のもと長尾軍が関東へ侵攻する時が来たと悟った。そして景虎が関東に入る間に北信濃を制圧してしまおうと目論んだ。収穫時期を過ぎた12月、この年も水害の影響で不作となり、食料不足で年を越せない百姓らが各地で一揆を起こした。その知らせが小田原城の内安のもとに続々と届けられた。三浦でもか、ふむ、知らせ大義。はは、これで全ての領国内で一揆が発生していることに。これは当家に限らぬことゆえ、武田や今川に頼ることも難しかろう。全てに兵を向かわせまするか。領民は宝じゃ、刀を向けてはならぬ。されどこのままでは一揆衆は仏門を頼り、一向一揆に発展するやもしれません。氏政、すみません、何故謝る。し、叱られるのかと一向一揆のことをよう知っておったと褒めてやろうとしたのじゃ。それくらいは、当家は祖父の頃より辞書を手厚く庇護してまいった。それゆえ一向一揆に拡大することは考えにくい。されどこれほどまでに一揆が拡大しては暴徒化する恐れは高い。領民同士の奪い合いですな。うむ、ここは覚悟せねばならんな。はは。ではこちらの脇差しをお使いください。切腹させる気か。その覚悟ではないのですな。当たり前じゃ、全く困ったやつぞ。この事態を収束させるには、そなたに家督を譲り、わしはこの攻めを追い隠居する。まだ早すぎます。わしもそう思う。出来の悪いそなたに今この段階で家督を譲ることに、一末、いや百末、いや千末の不安で頭がいっぱいじゃ。言い過ぎでは。
良いか、表向きではあるが、そなたは、祖父から数えた小田原北条家、四代目当主となるのじゃ。良いな、は、そして、まだあるので、当主となっただけで終わりなわけがなかろう。その先が重要じゃ、は、そなたの最初の務めは、即座に毒性を敷くことぞ。毒性とは、もう良い、細かいことはわしから指示する。そなたは、家督相続の儀式で向上する、挨拶でも考えておけ。は、吉政。は、来年3月に、玉縄城にて、暴走進行の軍備を開く。相模、武蔵の諸将に、参集する旨の伝令を頼む。はは。森秀。ここに。そなたの父、森秀の死は残念であった。あの者には、わしもよく助けられたものぞ。もったいないお言葉。以後は、そなたが、わしの名代じゃ。そして、新たな当主となる氏政を支えてやってくれ。かしこまりました。良いか、年明け早々にも、家督相続の儀式を行い、氏政が、新たな当主となる。その後、氏政を小田原に残し、わしは、暴走進行へと動くゆえ、そなたは、氏政の森役として、この城を守ってくれ。はは。氏康。何か動きか。ああ、長尾景虎が上洛を済ませ、関白と共に、越後に帰還した。関白だと、この江崎久殿のことか。そうだ。どうも、上洛には、上杉憲政も同行していたらしく、越後の動きには注視するべきだ。そうだな。小太郎は、すぐにも川越のお重へ、そして、沼田城の沼田康元に、雪解けの越後に警戒するよう、伝えてくれ。よい。北条氏康は、45歳となる今年、小田原北条家の家督を、嫡男、氏政に譲り、ご隠居様となった。しかし、軍事面での実権は、氏康が握り続け、小田原での政務を氏政に任せると、永禄3年、1560年3月、小田原城を立ち、玉縄城に入った。そして、暴走進行の策を立て、明日、相模の主力を従え、海を渡り、上総に上陸。氏康が、里見との決戦を模索する間、各地で主要な将が、この世を去っていく。一人目は、北条と同盟を結ぶ、今川義元であった。尾張制圧を狙う義元は、2万もの主力を引き連れ、三河から尾張に入るも、桶狭間の地にて、織田信長の奇襲を受け、討ち死にとなった。享年42。これをきっかけに、今川家の衰退が始まっていくことになる。二人目は、下総の栗橋にて幽閉されていた、元小学坊、足利春一が、病のため、亡くなった。享年53。そして最後が、小津平城主についていた、北条玄弥の嫡男、北条時長が、突如亡くなった。唯一の男を失った玄弥の悲しみは大きく、位牌を片手に、箱根権現に入ったまま、心を閉ざしてしまうのだった。これらの知らせは、上総に渡っていた氏康に届けられたが、里見討伐の策が変わることはなかった。しかし、それから間もなくして、氏康は、暴走からの全軍撤退を命じることとなる。影虎殿、これでは秋となってしまう。小水家に向かうならそろそろであろう。雪が降っては越山は、できなくなるのですぞ。向かいまするぞ。見てくだされ。こちらは、上総、くるり城で、北条に苦しめられている、里見殿からの援軍要請。日立の佐竹殿からも、届いておりますぞ。急ぎ点で、今川義元、尾張、桶狭間の地にて、織田の奇襲を受け、討ち死に。かしこまりました。かしこまりましたとは。今すぐにも出陣せよとの毘沙門天のお告げだ。今すぐは、いくらなんでも急すぎでは、待ちなされ。よいな、影家殿。帝の大義を引っ提げ、関白を旗頭にしての進行じゃ。氏康は、遠く、勝佐の地、旧山の内の家臣らは、次々に寝返ってこよう。略奪はそれからだな。ああ、敵意なき地を定め、侵略し、兵糧や金品、奴隷として、使えそうな百姓らを、すべて越後に運ぶ。承知した。どこも飢えておろうが、小津家は越後ほどではなかろうて。よいな、殿や範政様。無論、関白にも知られぬよう、秘密裏に行うのじゃ。わかっておる。それぞれの思惑は違えど、一万もの越後長尾軍が続々と越山を開始した。その知らせは、真っ先に沼田城の沼田康元に入った。ついに来たか。はい。向かってくる越後軍の総大将は、関白、近衛先久様。やはり関白が旗頭か。氏康様からの知らせは誠であったな。して、向かってくる数は。春日山城に参集した数だけでも5000。号令に応じ、越後各地より、神津家を目指してきておりますゆえ、一万は超えるかと。多いか。まともにぶつかっては勝ち目はない。そなたはすぐにも白井城を経由し、藤田殿のおられる八方城へ入り、小締めを要請してまいれ。はは。敵はいくつもの峠越えで疲れておろう。その先方をまずは潰しに向かうぞ。わしに続け。沼田康元は800ほどの手勢を引き連れ沼田城を立つと、魚沼から清水峠を越え、沼田を目指す先方に奇襲を仕掛けるべく街道沿いに潜んだ。敵先方が現れました。あれは長尾隊の旗差しにございます。来たな。しばらく通り過ぎるのを待つのじゃ。
弓を放ったと同時に突っ込むぞ。弓隊構えよ。よし、放て。茂みに隠れていた沼田衆が一斉に長尾隊に攻め込んだ。混乱に陥った長尾隊であったが、穏便知らまんなやそばか、わしの背を見失うでないぞ。続けい。先方の後に続いていたのは当主長尾影虎の隊であった。デデキデデキデデキ、ま、待ってくだされ。一人で突っ込む影虎を守ろうと馬回り衆は必死で追いかけていく。安本様、影虎です。長尾影虎が猛虎のごとく迫ってきております。影虎がこんな先人によるわけ。強い。わしは長尾影虎、帝の命により逆臣北条氏康がせしめた上州を取り上げに参った。わしの前を塞ぐ者は誰であろうと容赦せぬ。俺は北条綱重がせがれ、ここでおめおめと引き下がるわけにはいかねえんだ。おりゃ。安本様、ダメです。胴体は間もなく壊滅となります。ここは撤退を。やむをえん、撤退じゃ。沼田城まで撤退せよ。こうして沼田安本はなんとか沼田城まで撤退できたが、長尾軍は関白を従えたの官軍であることが知れ渡ると、城兵は次々に城を抜け出してしまい、とても籠城できる状況ではなくなってしまった。ダメです。城に残ったのが我ら馬回り衆や奉公衆ら200ほど。とても大軍を相手に籠城できません。俺の父は直八幡北条綱重、ここで戦い。尺も無駄です。逃げまするぞ。ほら、貴重なセリフを止めるな。まもなくして沼田安本を逃げ去った沼田城に峠を越えた越後軍が集結すると、再び南下を開始。上杉憲政が関白とともに越後長尾軍を引き連れ北高槻に入ったことは、数日のうちに高槻全土に知れ渡った。そして北条に従うは朝敵であるとの関白近衛先久からの書状が各城主に届くと、高槻の諸将らは手のひらを返すかのように北条を裏切り関白に従った。この時関白に従わなかった高槻の国衆は赤井市場の縄宗俊、館林市場の赤井文六だけであった。越後長尾軍は前橋城を拠点の城と定め、関白近衛先久、関東管領上杉憲政も共に城に入った。この知らせは遠く上総笹子城で里見義高と対峙する氏康に届いた。小太郎、あの沼田城があっさり落とされたじゃと。ああ、当主自らが先陣を切って沼田衆を一周。沼田安本は手傷を負ったが無事八幡城まで逃げた。関白も乗りまさもおるのだな。ああ、奴らは本気だ。綱重、ここを任すぞ。おい、俺も連れて行け。いや、そなたにしかできぬことを託す。もしや、しんがりか。そうだ、越後軍の侵攻は里見の知るところでもあろう。わしが撤退したと分かれば必ず追い打ちをかけてくる。なるべく多くの兵を相模や武蔵に引き上げさせるためにも、しんがりはそなたでなければ務まらん。わかった、木曽苗隊に任せておけ。よし、者ども、なるべく敵に悟られぬよう順次港へ向かえ。そして一斉に出港とするぞ。親父、北条の先陣の動きがおかしい。明らかに旗や兵の数が減っている。上州に越後軍が入った方が氏康にも届いたのだろう。ならば追い打ちを。氏康はそれに備えておろう。ここで手勢を減らすのは愚将の取る手。あくまで暴走の制圧を優先にと。ああそうじゃ、関白を引き連れての官軍が関東に入ってきたのだ。これまで北条に良い顔をしてきた芝山下の者どもがどう動くか見ものだな。狙うは下総の城というわけですな。うむ、いよいよ下総よ。長き道のりであったな、義弘。そうですな。よし、北条の完全撤退を待ち、空いた城を順次奪う。その後が北の下総じゃ。里見義高は越後長尾軍の襲来を誰よりも心待ちにしていた。北条という邪魔者が消えた暴走にもはや里見の敵はいなかった。氏康が暴走から武蔵に撤退する頃、北武蔵でも北条離反が相次いだ。御嶽城の阿保全流を筆頭に、深谷城の上杉憲方、羽生城の広田直重、押城の成田長安、高松城の藤田重綱、そして父上、北条を見限るとはまことに。ああ、身を関白殿からの文書じゃ。ついに北条も朝敵とされてしまった。それにいつまで経っても扇ヶ谷最高の動きも見せん。されど北条を裏切って誰の参加となるのです。越後の長尾です。山の内上杉です。どうなるかは後のこと。まずは関白の指示に従え、反北条の姿勢を明確に示すことじゃ。つびこべ言わず、わしに従っておれ。はは。岩槻城の太田助政さんは関宿御所との街道を塞がれたに等しく、北条軍にとってダメージは大きかった。一方上総から撤退した北条氏康率いる主力は川越城を経由し、10月には松山城に入った。そこで太田助政や成田長安らの離反が伝えられた。
と、殿、誠に申し訳ございません。何を申す、36景に出るにしかずじゃ。そなたが、綱重のような脳筋でなくてよかったぞ。は、越後軍は、かなり手強いです。それに、士気も高く、まともに決戦を仕掛けては。その通りだな。兄上。玉軍の、勝沼城主、目立つな秀も、反旗を翻しましたぞ。相模への街道が抑えられては、態度も危うくなりまする。くそ。あれほど父によくされた者までもが裏切るとは。こんな時に、おじ上は箱根でこもりっきり。一人息子を失ったからな。心を埋めるのに時がかかるのであろう。殿、新張の木備え隊が三崎城まで撤退したとのこと。これで暴走からは全て撤退を終えました。うむ。この先どうします。る伊豆小賀の地にて長尾軍と決戦をし、勝たねば離反はやみませぬぞ。良い頃合いかもしれぬな。何の頃合いと。まず一つ、この飢饉の最中に戦を展開しては疲弊や不満を拡大させてしまう。ここは無理に戦わず拠点の城で籠城とすれば犠牲は少なくて済もう。もう一つ、当家の忠誠心を図ることができる。忠誠心を図るのはわかりまするが、花から籠城策を取らぬでも。関白、上杉範政、長尾景虎、それぞれにこたびの思惑は違うであろう。それを見極めるまでは籠城でしのぐ。拠点の城は兵糧の蓄え、そして車の大きさからして八潟城、蒲越城、江戸城、滝山城、津久井城、玉縄城、三崎城、小田原城とする。それ以外の城将は城を捨て最寄りの拠点に入り籠城戦に備えるのじゃ。なるほど、敵の狙いが定まるまでは拠点の城で耐えるわけですな。されどいずれ兵糧も切れましょう。飢饉の影響で蓄えはさほど多くないかと。それゆえ拠点以外の兵糧は全て拠点となる城へ運び入れるのじゃ。長尾軍の一番の狙いは侵略地での食料の略奪であろう。からの城になど何ら興味がなかろうて、あとは武田と今川の援軍を得られればしのげよう。今川は吉本様が亡くなられて混乱しておると聞きます。援軍に応じてくれるであろうか。氏真殿にはわしの娘が嫁いでおるのだ。なんとか解き伏せてもらえるとありがたいが。そうですな。では拙者は諸将にすぐにも筆を出しまする。頼んだ。小太郎、ここだ。すぐにも関宿御所に向かい、久保を江戸城まで連れ出しておいてくれ。御意。よし、者ども聞けい。これより無駄な戦いは挑まず、北条領全土での籠城策に切り替える。よいか、長尾軍の挑発には絶対に応じてはならない。門を固く閉じ、じっと耐えるのじゃ。さすれば必ず敵は撤退する。わしを信じよ。よいな。北条氏康の号令により、北条領の全土で一斉に籠城の支度が始まった。拠点ではない城はあえて破壊や火をかけるなど、敵軍に使われないようにしてしまう城主もいるなど、氏康の狙いを理解し動く者ばかりであった。その後、越後長尾軍は前橋の地にて年を越え、雪が溶け始めた2月中旬ようやく動き出した。向かった先は柳田春介の古賀城や野田広友の栗橋城、どちらも荒川津海城好きと幽閉されていた足利不十字は無事解放された。余は関白、この江崎久じゃ。そなたが亡き足利春氏殿の長子不十字殿であるな。はい、お助けいただき感謝申し上げます。うむ、関宿の地におったと聞く偽者久保はどっかへ逃げていったとのこと。それゆえ以後は不十字殿、そなたが古賀御所に戻り古賀久保を名乗りなさい。よろしいので。将軍義輝殿は全て世に委任すると申された。世の言葉は将軍の言葉であると心得よ。ははさて、範政殿、これにて古賀久保とそれを支える関東官軍両者が揃いましたな。はい。どうした、浮かぬ顔をして。もしやと思いますが、これにてしまいと申されるのではないかなと。まあ小泉家の国衆らも北条から寝返ったのだし、こうして古賀久保も不十字殿となった。北条もこれだけ離反されてはしばらく動きぬであろうよ。ほほほ。氏康はそんな腰抜けではないのです。関白様や影虎殿が戻ったら必ずまた小泉家に攻め込んできます。それが怖くて越後軍がおらぬ小泉では寝られません。関東官兵がそんな弱腰でどうする。これを機にしっかり小泉や武蔵の家臣団を束ねる気概を見せなされ。それができるならどっくにやっています。困ったお方じゃ。ところで本城殿、影虎殿が見当たらぬがどこに行かれた。近くに毘沙門堂を見つけたらしくこもっておられます。そうか、まああの者に聞いてもまともな会話とならぬで、本城殿に伺うとするか。は、何なりと。範政殿は北条氏康が怖くて影虎殿がそばにおらんと寝られんのだと。それゆえ小田原城にこもっておる北条氏康を懲らしめてやってくれんか。関白様が関東に残っていただけるのでしたら殿も動かれましょう。ああ、今日よりもこっちの方が安全ゆえ。
古賀の地でゆっくり待つとするぞ。はは、では小田原町の北条氏康を仕留めに向かいますね。あ、あやめぬでよい。氏康を撃っては将軍が悲しむのじゃ。何故に将軍義輝様が悲しむので？それがわからぬ。ではあやめぬ程度に懲らしめてきまする。頼んだぞよ。ほほほ。こうして新たな命を受けた長尾景虎は上杉憲政と共に小田原城へ向かった。北条から離反した将らにも号令が入り、各将が続々と小田原城に詰めかけた。そんな中、全く別の行動をする大名がいた。上総を制圧した里見義孝であった。義孝は千葉家当主千葉種富が北条から離反したことを知ると、まさき水軍を北に向かわせ、空となっていた葛西城を占拠。ついに江戸湾を挟んだ下総の中枢に拠点を置いたのだ。一方、小田原城に続々と参集した大名豪族は10万を超え、その中には下総の宇都宮広綱や日立の佐竹義明らの姿もあるほど、関白の激分には力があった。父上、こちらは1万もおりません。総攻めを受けたら2日ともたぬかと案ずるな。総攻めはない。何故に？見てみよう。多くはつい昨年まで当家傘下の豪族衆らだ。関白の命ゆえ渋々参陣しておるが、誰もまともに戦おうとしておらん。とはいえ長尾の主力だけでも強烈ですぞ。ほう、見たことあるのか。噂で聞いたまでです。よいか、回収した小田原城は10倍の敵にも耐えうる。兵端の蓄えも万全。そのうち敵方の士気が下がり、勝手に仲居となろうぞ。そうでしょうか。やっと入れた。おう、よくぞあの囲みを突破してこれたな。まあな、それより朗報だ。今川家を継いだ今川氏真が援軍5000を派兵、追って第2隊も動くようだ。肺の武田信玄も軍内衆4000を東に向かわせ、間もなく津久井まで到着する。武田本隊は北信濃に侵攻、新たに築いた海津城を目指し進軍している。その知らせを待っておったぞ。氏政、こたびはそなたも連れていく。覚悟しておけよ。はは。小太郎の知らせ通り、同盟先の武田軍と今川軍は援軍を相模に向かわせていた。その一報は間もなくして小田原城を囲む諸将らの耳にも入った。長尾殿、我が隊はここまで日立に戻らさせていただく。さ、佐竹殿、まだ城を囲んでとおかぞ。ちょいと領内でいさかいが起きたようなのだ。留守居のせり上げは万家すまぬが、ここでごめん。さ、佐竹殿、我が隊もここまでとする。こたびは関白の誘いゆえ参陣したが、関白がお見えにならぬと聞きましたゆえ戻らせていただく。ゆら殿も。こんな飢饉が続く中、何故越山して乗り込んできたのか不可解であったが、やっとわかったぞ。わしはこの目でしかと確認した。越後の軍が光月や武蔵相模で略奪した兵糧や銭を越後へ持ち出しているのをな。な、何のことだ。義とは名ばかりの略奪軍ではないか。ぐふふ。義を愚弄するな。お市場で待っているぞ。攻め落として見やがれ。な、成田殿。た、大変じゃ。佐竹殿の陣払いを見た日立や下野、下総の諸将が次々に陣を焼き去っていっておる。ち、皆殿の前では申さぬが、今川や武田の援軍が向かってきていることを知ったのだろう。根性なしめが。急ぎ伝令申せ。はっ。武田信玄率いる武田主力が再び北信濃へ進軍。その数は多く、本格的な北信濃制圧に乗り出したと。何、宿敵が動いたか。と、殿、どちらに？決まっておろう、越後に戻る。か、影虎殿、ここで撤退されては困りまする。関白からも命じられておりましょう。氏康を懲らしめよと。小田原城を10日も囲ったんだ。しっかり反省しておろう。こんなの懲らしめたうちに入らんぞ。ならば、総大将を憲政殿にお渡しいたす。そんな無茶な。わかった。ならば、帰りに鶴岡八幡宮に寄っていかぬか。興味ない。あそこには、武の神様が祀られておるのじゃ。ほう、武の神と、それは毘沙門天よりも強いのか。戦ってはおらぬで、強い弱いは申せぬが。毘沙門天も過去に頭を下げた地であるらしいぞ。知らんけど。それすなわち毘沙門天の師匠がおられるということか。そう師匠ですな。ここから東にちょいと行ったところぞ。その社で戦勝祈願をすれば負けはありませんぞ。その通りじゃ。憲政殿、よう教えてくれた。すぐにも鶴岡八幡宮に向かう。鶴岡八幡宮か。これは多くの銭や食料が手に入るぞ。あそこは万能武者が崇める地ですぞ。あまりやりすぎては。少しならよかろうて。殿が言ってしまうぞ。殿、お待ちを。小田原城の包囲をあっさり解いた長尾景虎は、上杉憲政の案内のもと鎌倉の地に入ると、あっという間に越後軍が鎌倉を占拠。そして長尾景虎は鶴岡八幡宮に入り、武田との戦の勝利を祈願した。景虎殿、この鶴岡八幡宮は特別な地なのですぞ。それは小田原の地で聞いたぞ。そうではない。元はこの社において関東管領武人の儀が執り行われていたのじゃ。では憲政殿もここにて。いや、余は北条が占拠していたゆえこの地ではないが、
まあ、細かいことは良い。余が申したいのは、影虎殿をわしの養子とした上で、山の内上杉の家督、そして公方様を支える関東管領の職を。断る！即答するでない。これを読んでみよう。これは関白からの文に。うむ、そなたのこたびの働きに痛く感動されたようで、関東管領の職を、これからは影虎殿に担っていただきたいと。最後に、名を上杉正虎にせよと書かれておるが。正の字は、無論則政の一字ぞ。殿、これを断ってはなりませんぞ。名門、山の内上杉の名跡を継ぎ、そして、この鶴岡八幡宮で関東管領となったわ。何より、毘沙門天がお喜びになること。おお、毘沙門天が喜ばれると。大喜びです。よかろう。これより、わしは、上杉正虎と名乗り、関東管領として、宿敵、武田信玄を討つ。本庄殿、助かりましたぞ。何の。しかし、これでよろしかったので、関東管領で亡くなった途端、肩の荷が下りたわ。こんな混乱の世で、関東管領など、所詮、わしには無理なことだったのじゃ。して、これから、どの城に戻られるので、わしは、義理といえど、正虎殿の父ぞ。そりゃ、越後の上杉や肩に戻らねばな。ひょっとして、小付けが怖いのでは。虎と馬じゃでな。さあ、越後へ帰ろうぞ。虎と馬？はて、何のことであろう。こうして、嵐のようにやってきた長尾影虎、改め、上杉正虎は、北条氏康と兵陣を交えることなく、越後へ帰っていった。その知らせは各地より氏康へ届けられた。まこと、長尾影虎は越後に撤退したのだな。長尾影虎ではなく、上杉正虎に、どっちでもよい、越後に帰ったんだな。さようです。兄上、続々と当家に帰参したいと申す国衆から、聖書が届いておりまする。うむ、これらを確認するに。下総は千葉や原か、そして武蔵は、忍城の成田に、御嶽城の阿保といったところか。帰参せぬところには、使者を向かわせまするか。手ぬるい。ここで手を緩めては考えるいとまを与えてしまう。動くときは一気に行くぞ。は。氏高隊は別動隊として江戸城に入ってくれ。江戸に。ああ。江戸の北条綱高や遠山綱影、太田康助らと共に、里見に奪われた火災城を取り戻すのだ。承知した。よし、他の将はわしと共に出陣し、西武蔵の奪還から始める。はっ。範秀。は。そなたは小田原城の留守居とする。ここへ向かっている今川の援軍の労をねぎらってくれ。はは。吉政、ここに拠点の城に伝令を頼む。まず玉縄城のため元忠、笠原康勝には川越城の御詰めとして北に向かうよう指示。三崎城の北条綱重は水軍をすべて須賀港へ参集させよ。川越城の大道寺重興には松山城を奪った太田助政を攻めさせよ。北武蔵の帰参した者らへは八幡城に参集するよう伝えるのじゃ。受けたまわりました。さあ、ここからの反撃が当家の真骨頂。者ども反転攻勢と参るぞ。主要拠点での籠城策で上杉正虎の進攻をしのいだ北条軍は攻勢へと転じた。小田原城を立った北条氏康、氏政は滝山城で大石氏照隊と合流。8000ほどに膨れ上がった隊はその勢いのまま伊達綱秀のこもる勝沼城を攻撃。勝沼城は守りきれず数日で落城。その後も休まず北へ進軍し、日本木峠を越え秩父軍に入ると、藤田重綱らが籠城する高松城を攻めた。八幡城からは、元服を得たばかりの藤田氏国を対象とする北武蔵の軍も加わり、高松城は数日で陥落。こうして、氏康、氏政は、およそ3ヶ月の進行で、西武蔵領を回復した。しかし、太田助政の攻略は難航し、上田友直隊、大道寺隊が幾度と奇襲を受けるなど、攻めあぐんでいた。それから2ヶ月が経過した、永禄4年、1561年11月。武田と上杉の最大の激戦となった第4次川中島の戦いを終え、信濃から戻っていた柿崎景家率いる別動隊は、太田助政の救援要請に応え、休む間もなく再び光月にやってきた。総社城の長尾隊、真山市城の長尾隊と合流した上杉軍5000は、利根川を渡り上里村に着陣。一方、北条軍は八幡城を本陣とし、先方の大道寺隊800が生の山に布陣。御嶽城からは阿保全流隊、忍城からは成田長安隊が生の山へ向かっていた。兄貴、あれは猛将で知られる柿崎の隊のようだ。数もこちらよりはるかに多いぞ。北信濃で武田軍との激戦を終えたばかりだ。そして険しい峠を越えてきたのだ。疲労困憊であろうよ。奴らの狙いはやはり松山城の太田助政の小爪に。ああ、それゆえここで睨み合いを続けるわけにもいかぬであろう。それに兵糧はさほど多くもあるまい、形だけの援軍と見るべきぞ。殿からの指示は動くなとのこと。承知。おい柿崎、八幡原で多くの兵を消耗しておるのだ。あまり深入りしてはならんぞ。知っておるか、
政虎様がいなくては無能の衆とまで言われておるのだぞ。大田助政殿を我らが救うことでわしの名も上がる。気持ちはわかるが、こちらは五千オレド、ほとんどが行軍疲れの越後兵と士気の低い神津家衆らだ。土地勘の薄い我らが取るべき策は、氏康の目をこちらに向けさせ、松山城へ向ける敵兵を分散させること。時を稼げばよいのじゃ。それでは大田殿を助けたことにならん。当家の御詰めを信じる小津家や武蔵の者らを失望させてしまう。宝生方の布陣が分かりました。おう、待っておった。どうなっておる。はまず、この生の山に宝生の宿用大道寺重置隊が800で布陣、御嶽城からは阿母隊が500、御師匠の成田隊も向かってきておりますが、数は多くなく戦う姿勢ではありません。なお、宝生氏康はこの鉢が多少に詰めているとみられ、秩父の残党らを恐れ動けないのでは。今なら突破できるが、この大道寺隊を数で蹴散らし、川を渡った先の四山砦を押さえる。ここを拠点に松山城を救い、そして大戸隊と共に八方城の氏康を狙う。それでは敵の中枢に飛び込むようなものぞ。たちまち包囲される。黙れ、わしが大将ぞ。政虎様は常に敵の思いもよらぬ行軍で敵を翻弄させ勝利をつかんできた。越後軍の小技徳と味合わせてやろうぞ。全軍進め。松山城救援の上水軍が前進を始めた。その知らせはすぐにも八方城に届けられた。やはり動いたな。政虎が城主入りをしたとの知らせは入っていないな。は、入っておりません。よし者ども、政虎なき越後軍がいかに脆いのか、とくと関東中に教えてやろうぞ。策は予定通りぞ。氏政、は、そなたが総大将じゃ。皆に号令せよ。急に申されましても、心の準備が。早くせよ。急がねば大道寺隊が壊滅してしまう。は、はは。ではでは、皆の者、出陣ぞ。大田助政の救援要請に応え、御詰めとして向かってくる上杉軍、それを阻止することで上杉政虎の求心力低下を狙う上杉軍が激突した生の山の戦いは始まった。兄貴、敵が向かってくるぞ。あれは一点突破の進軍、越後軍の上等手段だな。どうも氏康様の申し付け通り、この生の山で待機ぞ。承知した。柿崎様、生の山の大道寺隊、山を下る気配はありません。我らの数に圧倒されておるのであろう。右翼隊300を山の監視につかせ、本隊は荒川まで突っ走るぞ。上杉軍は速度を落とさず、生の山の東を通過し、開けた平野をお前田方面へ進軍。敵へもなく、生の山から1里ほど進んだ頃、異変が起きた。やっと出番だぜ。北条氏康が三男、大石打ち出る、ここに見参。上杉の奴らは、一人として生かして帰すでないぞ。かかれ。兄上に遅れてはならん。我らの無料で参戦する。行け。宇治康の策が発動した。各地の森に潜んでいた隊が一斉に上杉軍に攻めかかった。各隊の兵数は多くないが、縦に長く伸び進軍する上杉軍を局地的に混乱させるには十分であった。阿部様、大道寺様よりの伝令、上杉軍が山を通過したゆえ動いてくだされと。まことに北条の巣に飛び込んできたのか。はい。越後上杉軍の考えることはようわからん。よし、我らは敵の後方を遮断しに向かうぞ。ここで遠方で待機していた阿母隊や成田隊が動き出した。まずいぞ、先陣の隊が北条の襲撃を受け混乱しておる。多少の奇襲は想定範囲内ぞ。かっこ撃破で対応せよ。急ぎの知らせ、阿母全流隊がこちらに向け動き出しました。一旦ここで布陣し、混乱を収束させるべきぞ。まあそうするか。よし、ここで布陣し、混乱する先陣隊の援護に向かう。宇治政様、敵の進軍が止まりました。ふむ、そこで止まるな。放送事故かと思うであろうが、いかにすれば全軍前進を命じるのだ。は、はは。さあ、全軍前進ぞ。は。ここでついに北条氏政率いる北条本隊が動き出した。まずいです。北条氏政率いる本隊6000が向かってきております。西や東からも北条の隊が向かっており、このままでは囲まれてしまいまする。むむむむむではないぞ。こちらよりも多い数が向かってきているのだ。すぐにも利根川北まで撤退するべきぞ。撤退はでき、ここで迎え撃つ。者ども、布陣を急げ。ついに両軍の本隊が激突した。当主北条氏政、そして前の当主氏康率いる北条軍の士気は高く、北条との戦に消極的な神津家衆らは次々に軍から抜け出し、五千いた上杉軍も半時のうちに半減してしまった。先陣隊が壊滅、中堅の隊も劣勢、また隊を逃げ出す者も多く、これでは戦になりません。ここまでだ、
撤退を命じるべきぞ。くく、我らがここで撃たれては正虎様が悲しまれるぞ。クソったれ、全軍光月まで撤退じゃ。急ぎ北へ向かえ。上杉軍の撤退が始まった。俗に言う総崩れである。兄貴、敵が崩れたようだ。逃げるようにこっちへ撤退してくるぞ。さすがご隠居様じゃ。よし、我らも動く。山を下り逃げる越後兵をなぎ倒すのじゃ。この時とばかりに山の山に布陣する大同地帯800が一気に山を下り、瓦解し逃げる上杉兵に襲いかかった。うぐ、戦いたくてうずうずしてたんだ。クソ、あの川を渡れば逃げられる。逃がすか、おや。うぐ、どけ。おっと、上等なカブト首ではないか。わしは北条家宿老大同寺重雄、そなたの首をご隠居様への土産とするぜ。こっちは急いでいるんだ。どけ。ちっ、つえ、わしもここまでか。さあ観念せよ。ふうふう、足を止めるな、急ぐぞ。ああ、どけ。ゆうぐ。あ、兄貴、やられたのか。だ、大事ない。すごい気だ、急ぎ本陣へ向かうぞ。誰ぞ手を貸せ。はは。こうして壊滅した越後上杉軍は北条の追い打ちを受けるも、柿崎影家や長尾正影といった重臣らはなんとか越後まで落ちることができた。重沖、大丈夫か。それがしとしたことが不覚を取りました。宿老のそなたに何かあっては北条は立ち行かん。すぐに八方城に入り養生せよ。拙者に何かあれば、大道寺家は弟助近に。縁起でもないことを申すでない。ご隠居様をお頼みしましたぞ。わかったゆえ、助近すぐにも重沖を八方城へ。ははこの合戦での北条方の戦果は大きく、一度は越後側についた国衆らが北条に帰参を求め始めた。しかし宿老大道寺重沖が受けた刀傷は重く、この後間もなくして息を引き取った。大道寺の家督は重沖の遺言通り弟大道寺助近が継ぎ川越城に戻った。年が変わった永禄5年1562年3月、北条氏康の弟氏高が指揮する江戸北条軍は、昨年から幾度と里見が抑えた葛西城の奪還に動いていたが、正木隊の奇襲を受け攻略は難航していた。やはり昨年の戦いで敵将正木時重は亡くなっておったようだ。まことか。うむ、弟の正木時忠が水軍を指揮しておるようだが、士気は低下しておろう。動くなら今かと。じゃが千葉種富へ当てた援軍要請の返答が未だ入らぬ。関白が今も小名御所におるゆえ顔色を伺って動けぬのであろう。ここは当家の代だけで処理せねばなりませんぞ。ためたりや遠山隊は大田助政の岩月城に向かわせておる。動かせるのは3000もいない。俺が来てやったぜ綱重殿。バカか綱重、そなたは木更津港を見張っておらねばならぬ。なぜ江戸に来た。退屈だからだ。退屈だからじゃない、軍の規律を守らねば。ああ綱高殿、来てしまった者はどうにもなるまい。綱重殿の船の数はざっと400。これまでの戦で江戸水軍の船は多くを失った。三浦の船400は助かるぞ。やるなら里見の援軍が入る前だ。とっとと行こうぜ。うむ、綱高殿良いですな。はい、では赤綱隊木綱隊を先行に葛西城攻めを開始せよ。北条氏高の号令で葛西城奪還戦が始まった。上陸した北条綱重隊が南から、西からは北条綱高隊大田康介隊が次々に川を渡り葛西城に攻め立った。来たか、弓矢の支度をせよ。葛西城の硬さやというほど確かめるがよい。よし、放て。ひぐむな、盾で伏せに前進せよ。門を破壊するのじゃ。1500で守る葛西城の正木徳忠は必死に応戦した。しかし今度上総や阿波からの御攻めが入る知らせはなく、援軍なき牢城に兵の士気は下がり続け、10日が過ぎた頃突如一部の長兵が北条に寝返り門を開けてしまった。おお、勝手に門が開いたぞ。よし、次期八幡綱重様に続け。北条綱重率いる北条軍が城へなだれ込むと、矢倉や蔵から火の手が上がり、城内は大混乱となった。南門の守兵が北条に内通したのか、門を開け北条兵を城に入れております。各地より火の手も上がっております。この城はもうダメです。ここまでか。確か北が手薄であったな。はい、いずこで船は手に入ろう。まずはこの城を脱出する。北門へ向かうぞ。正木徳忠は城をあっさり捨てる判断をとり、手薄な北門から出てきた。しかしそこには北条氏高の本陣が置かれ、逃げ出す兵を待ち構えていた。ははは、思った通りじゃ。敵は北から逃げ出し始めた。必ず大将正木時忠も逃げ出していこよう。撃ち漏らすでないぞ。大変です。
北門には敵の本陣が置かれております。手薄ではないのか。一旦城内に戻る。戻っても敵だらけだ。突っ込み東に抜けるしかない。矢を放ちまくれ。敵の足が止まったら一気に走り去るぞ。いたぞ。あの甲冑は正木と北田じゃ。撃ち取れ。藤高様。わ、わしに構うな。まさきを、まさきと北田の組を挙げよう。誰ぞ、藤高様を本陣にお連れしてやてよ。はは。こうして、まさきと北田は、火災場の脱出に成功し、里見領へ逃げていった。ふぐ。よーし、これで、本車に敵兵は残っていないな。つなしで、の、ものを突破できたんだ。まあな、俺様にかかれば、ちょろいもんよ。大変です。藤高様が、逃げるまさき兵の弓矢を受け、渋滞と。なんだと。北条軍による火災場奪還は成功した。しかし、大将、北条氏高は、この矢傷により、命を落とすこととなり、氏康と血のつながる兄弟は、すべてこの世を去ってしまった。北武蔵では、越後上杉の援軍が撃破され、下尾さん里見軍も撤退してしまったことを受け、古賀御所で情勢を見ていた、関白、近衛先久は、呆れ顔で京に帰っていってしまった。この時を待っていた氏康は、三度目となる出陣命令を発した。宇治政、何度も死を飯にかけるな。いや、なかなかに好みの味にならなくて毎日見ておったが、毎度同じことを繰り返しておるではないか。いつになったら好みの死を一度で測れるようになるのじゃ。そう申されましても良いか。そなたは領国を守る主だ。一度申したことを撤回することはできぬのだ。されど父上も書状を書いては捨て、書いては捨てを繰り返しておるではありませんか。それは誤字があっては失礼であろう。改めて書き直しておるだけじゃ、知りの話と同じではありませんか。減らず口を叩くな。母。父上、兄上、終わりましたか。ああ、いかがした、宇治国。江戸より、不法と吉報が。そうか。ふむ、まずは不法から聞こう。はっ、氏高氏上が敵の矢を浴び、それが致命傷となり、先月、江戸城にて息を引き取られたと。氏高が、亡くなったじゃと。唯一、血のつながった弟がか。まこと、優しい氏上でした。されど、吉報もございます。ふむ、申せ。綱重お父様の奮闘もあり、火災場を落とせ、里見を追い払いました。そして、それを聞いた関白の一行が、関東を離れたとのこと。やっと関白は、帰っていったか。氏高、ようやったぞ。そなたの死は、決して無駄にはせん。氏政、母、まだ飯を食い終わっていないのか。汁かけの練習を。練習するものではない。もう、飯は終わりだ。すぐにも陣ぶれを出せ。どこを攻めるので、決まっておろう。五箇条だ。北条氏政による五箇条攻め三陣の書状が各城章に入り、康介からは館林城の赤井文六隊、武蔵からは大志城の成田長安隊、下佐からは結城春友隊や千葉の高木隊、岩槻城の包囲隊のうち亀元忠隊も五箇条攻めに加わった。そして宇治安氏政の本隊は八方城から進軍し、およそ一月を有して集まった北条軍は15,000人まで膨らんでいた。一方、小学坊側は関宿城から柳田春助が500を引き連れ小賀城に入るも、北条の進軍に恐れ城に入った兵は計2000もいないほどであった。小山はまだか。おだもってくれるのであろう。いえ、どちらも兵を動かしはしないでしょう。関東管領は何をしておる。すぐに援軍の要請をせよ。使者は向かわせておりますが、昨年の柿崎隊の壊滅を受け、軍の編成に時がかかるでしょう。マサトラ様が越後を立つ頃にはここは灰となっておるかと。関白じゃ、すぐにも関白を呼び戻せ。今頃京に着いた頃かと。なんとかせよ、おじえ。そう申されましても。元忠、大助政の動きはどうじゃ。羽生城の広田直重や深谷城の上杉則方、金山城の由良成重らと連携を取り、粘り強く抵抗を続けておりまするが、この御所が落ちれば奴らの士気も下がりましょう。そうだな。それより例のものを持ってきたか。はい、将軍よりの届け物でしたので開けておりませんが、何が入っておるので。このご内書を読んでみよう。これは将軍義照様からですな。北条氏康殿、関白近衛先久公の関東入りを阻止できず申し訳ない。これはよからぬせめてものは美じゃ。巷で流行っておる火縄銃ぞ。絶頂入っておる。受け取るがゆえ使いは難しいゆえ、手だれの才可衆を向かわせた。しっかり習得し得意の戦略に組み入れるがゆえ武を祈るぞ。これが堺で高値に取引されていると聞く火縄銃に。そうじゃ、まごろく。はは。この火縄銃はすぐにも使えるのか。火縄の支度は終えております。すぐにも撃てまする。ほう、撃つと申すのじゃな。支度に入れ。は。よし、者ども聞けい。関東公は今も将軍足利義輝様が定めた甥の足利義氏であるぞ。この古賀御所におる公は関白が勝手に担いだ真っ赤な偽物。
この偽物がいる限り関東に平穏は訪れん。そうであろう。関東管領北条氏康より皆に命じる。今これより古賀城を攻め足利府十字を降伏させる。降伏せぬ時は討ち取るもやむなしぞ。打診昇誕の時は終えた。三度目の正直を信じ行くぞ行くぞ行くぞ打ち込め。実に三度目となる北条軍による古賀城攻めが始まった。聞き慣れない火縄銃のピタタマしい音が幾度と城内に響き渡る。お、落ちね。この破裂するような耳障りな音は何ぞ。あれはおそらく鉄砲と呼ばれる異国の武器でありましょう。鉄砲とはすごいのか。鉄の弾が避けることのできぬ速さで飛んできます。当たりどころが悪ければ即死に。そんな飛び道具を持ち出したということは、抗えば久保様の命までも奪うつもりであるかと。はあ、宇治康にはかなわん。おじえ、供をしてくれるな。喜んでお供いたします。火縄銃の音に戦意喪失した足利不自由寺は抗うことをせず、城を開城すると矢野田春介と共に北条氏康に降伏した。思いのほか早かったの。今少し抗うかと思ったが、もうこんな怖い思いをするのは嫌じゃ。久保になど誰が頼んできてもならぬ。ご案じなさいますな。二度とつこうなどと言えぬように。こうして抗わず下ってきたのじゃ、何もあやめぬでも。誰が切ると申した。藤氏殿はこの先生涯小田原城でお過ごしいただくゆえ案ずるでない。さあ偽物久保をお連れせよ。母春介殿、上杉側についたことわしは今も許しておらぬが、されどこうして藤氏殿の降伏を促してくれた。無駄に血が流れずに済んだは大きい。よって柳田春介を不問とし、領土もそのままとする。されど再び当家に歯向かうようなら次は容赦しない。よいな。藤康様、古賀御所に詰めていた者らは全て城を去りましてございます。ふむ、では野田に命じる。二度と御所として使えぬよう城を徹底的に破却せよ。古賀御所を破却と。そもそも関白と偽関東管領が勝手に御所に戻しただけのこと。こんなものが存在するから災いが絶えぬのだ。ではそのようにすぐにも頼む。大田助政が挙兵の支度を始めたとの石膏の知らせ。助政、敵に回すとまこと厄介なやつよ。うむ、ここに長居もできぬな。よし、ここに集まりし者どもよ。これにて関東久保は足利義氏ただ一人となった。長きにわたる古賀足利家との戦いであったが、皆の助けによりここに幕引きと相なった。宇治康、礼を申す。火縄銃の音には皆も驚いたであろう。わしも驚いた。異国よりもたらされたこの武器は不覚の力となり、この先の戦を激変させるものとなろうぞ。知っての通り、わしはすでに隠居の身。四代目当主宇治政にもこれまでと変わらぬ忠誠を頼むぞ。北条時長、北条氏高、笠原信為、松田盛秀、大道寺重興、ここに至るまで多くの一門重臣家臣を失った。しかしその者らが命を賭して戦ったからこそ今の当家がある。さあその者らの御霊に感謝する時ぞ。勝ち時じゃ。今回の合戦解説動画は北条家 VS 小賀足利家を軸に10年の関東情勢を描いている。越後上杉との戦いである小田原城の戦い、生の山の戦いまでを新たに誕生した山の内上杉とのバトルとして描くこともできたが、上杉政虎との戦いは全ては古賀久保を取り巻く政治面での駆け引きが引き金であったと想定し、その根源である古賀久保足利春氏とその長男不十字を封じるまでを一本にまとめてみた。北条方に捕らえられた足利不自由寺は、その後、相模や伊豆を転々とし、永禄9年以降、消息が絶たれることとなる。宇治康、または宇治政によって暗殺されたとも伝わっている。足利不自由寺を失った関東管領上杉政虎は、関東での威信を徐々に低下させていくことになり、後の越相同盟につながっていくのである。一方、今川義元を失ったことで弱体化し始めた駿河に目をつけた武田信玄は、永禄11年、高宗寸三国同盟を果たし、徳川家康と手を結び、駿河へ侵攻することになるのである。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では、通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や、考えを想像することで合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない、そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。